いつまでもパパに寄生するな。家族で暮らすからうっせろ。健吾と光一は口を揃えて私を責める。その顔は親子なだけあってよく似ていた。私は何も言えなかった。この人たちは本当に何も分かっていないんだ。怒りよりも呆れが勝っていた。私はため息をつく。仕方がない。彼らの好きにさせてあげよう。その代わり、どうなったとしても私は知らないから。私は室田八重。今年の夏に35歳の誕生日を迎えた。美術系の大学を卒業し、そこから一旦は普通の企業に就職した。だがイラストレーターという夢を諦めることができず、27歳の時にネット上での活動を開始。今では企業からも依頼が来るようになった。けれども夫の健吾は私の仕事を理解してくれない。お前もそろそろ現実を見たらどうだ。パソコンに向かって作業をしていると健吾が声をかけてきた。その声には軽蔑の色が混ざっている。私は作業を中断して健吾を振り返った。健吾、これは仕事なのよ。私は趣味で絵を描いているわけじゃないわ。そんなこと言って大した収入でもないんだろ。健吾はイラストレーターという職業についてまるで理解ができないようだった。何度説明をしても絵を描いて遊ぶための言い訳だと決めつけてかかってくる。健吾の家族もそうだった。うちの嫁一日中絵を描いているのよ。そんなことしていないで家事を手伝ってくれればいいのに。近所の奥さんたちに向かってそんな陰口を叩いているのが聞こえてきた。私は確かに絵を描いているが、家事だって手を抜いたことはない。健吾の連れ子である4人の子供たちに加えて、後に生まれた娘の天音の育児もこなしてきた。ここに義両親を加えた合計9人家族、この大所帯と私は向き合ってきたのだ。特に義父は腰を痛めてからは生活に介助が必要であり、定期的に病院にも通っている。その付き添いだって私が引き受けている。すまないね、八重さん。いいんですよ、お父さん。杖をついて歩く義父に歩調を合わせながら私は笑みを返す。それに対して義父は心底申し訳なさそうに言うのだった。でも俺が働けなくなって健吾の収入だけが頼りだろ。家計も苦しいんじゃないのか。私も働いていますから。私は自分の笑顔が引きつるのを感じた。義母や健吾と違って義父に悪気はないのだ。ただ共通して言えるのは私の仕事を理解できないということで。八重も他の家の奥さんみたいにパートに出てくれればな。何度かははっきりとそう言われたことがある。私はうつむいて唇を噛んだ。どうして分かってくれないの、健吾。健吾には過去に2度の離婚歴がある。そのうち長男の光一は最初の奥さんとの子供で、他の3人は2番目の奥さんとの子供だという。あまね、勉強の邪魔だ。あっち行ってくれよ。部屋に入ると光一があまねをにらみつけていた。大所帯の割にはアパート暮らしだからどうしても狭い。ましてや子供たちは思春期に入ってプライベートな空間が欲しいようだった。光一はそれが顕著で他の兄弟にきつく接することも多かった。ママ、お兄ちゃんが怒ってる。大丈夫よ、あまね。お兄ちゃんだって本気で怒っているわけじゃ。分かったような口を聞くなよ。警母のくせに、と圭一は険しい顔を向けてくる。光一は私とあまねのことを家族として認めてくれない。義両親や父親である健吾には愛想がよく、むしろ普通の少年より甘えん坊な印象を受ける。今も後から部屋に入ってきた義母には甘えた口調で言うのだった。ばあちゃん、お腹すいた。何か食べるものない？しょうがないわね。じゃあおやつにしましょうか。やった。
高一が歓声を上げる。だが私は眉を潜めていた。お母さん、そんなに甘いものばかり食べさせたら子供たちの健康に悪いですよ。この間だって学校の検査で虫歯が発見されて。うるさいわね。頑張っている子をいたわって何が悪いの？虫歯ができていたのはあなたの教育がなってないだけじゃないの。そうだそうだ。義母の言葉に便乗して高一が舌を出した。あんたは母親失格だよ。そんな。どうしてそこまで言われなくてはならないのだろう。私は廊下に出ていた。感情を整理するよりも先に涙が溢れていた。ママ。あまね、何でもないのよ。私は慌てて涙を拭う。私の後をついてきていたあまねは私の手を握って笑う。ママはママだよ、大丈夫。ありがとう。私はあまねを抱きしめていた。仕事から帰った健吾がこんなことを言い出した。もうそろそろ家を買ってもいいと思うんだ。家？私の声はうろん毛であった。景気のいい話をしているが、健吾の収入は決して高くない。むしろ出世の道からは外れている方だろう。9人家族を養っていくためには力不足というのが現状だった。無論貯金などない。それなのに一体どこから家を買うお金を捻出するつもりなのだろうか。いいね、それ。そうだろう。お金のことなどまるで分かっていない高一が健吾の言葉に目を輝かせる。他の子供たちも集まってきて、健吾は満足そうだ。私だけが不安な顔をしている。こういう時は一緒に喜びなさいよ。でもお金が。金は俺がどうにかする。それが大黒柱の務めだからな。健吾はそう言って胸を張った。その様子に高一が感動した様子で拍手をする。パパかっこいい。こんな時嫁なら喜んで協力するものだと思うんだけどね。そう言われましても私にも事情がある。具体的に言えば依頼品の納期が迫っているのだ。ところがこの場にいる誰もが私の事情など理解してくれない。出て行けよ。高一が出し抜けに冷ややかな声で言った。いつまでもパパに寄生するな。家族で暮らすからうっせろ。健吾も私の味方ではなかった。ニヤニヤと笑って彼は言うのだ。この場で喜べないお前なんて家族じゃない。さっさと出て行け。承知しました。私は他に言葉がなかった。もう彼らの好きにさせてあげようと思った。それは怒りではなく呆れの念だった。ママ。この子は私が引き取らせてもらいます。勝手にしろ。私が天音の手を取ると、健吾は馬鹿にしたように鼻を鳴らした。ま、せいぜい絵の仕事を頑張って天音を養ってくれよ。本当に絵なんかで金になるわけないけどな。孫がかわいそうだわ。義母はそう言って天音に向かって手招きした。天音、こっちに来なさい。ママと一緒じゃご飯も食べられない生活になるわよ。いや。アマネは激しく首を振ってみせた。そうして私の後ろに隠れてしまう。私はママと一緒にいるの。アマネ。その子の好きにさせてあげなさい。黙って様子を見ていた義父がいい。その場は静まり返った。緊迫した空気に耐えかねたのか、アマネが泣き出した。私は天音の背中をさすってどうにか落ち着かせようとする。泣かせるなんてやっぱり母親に向いてないよあんた。ああ全くだ。今までで一番ひどい嫁だよお前は。高一と健吾が口々に私を責める。親子なだけあってよく似た口調だった。私は天音の手を引いて部屋を出た。本当にどうしようもない人たちだ。もう私の手には負えないわ。私は離婚届に判を押した。それを確認した健吾はニッと笑ってみせた。ああ、せいせいするよ。それじゃさようなら。そうね、さようなら。あっさりとした別れだった。
義両親は天音を引き取りたがっていたが、それは私が受け入れなかった。私は天音と一緒に室田家を離れた。しばらくの間は私の実家に世話になることにする。電話で事情を話すと、母は愕然とした声を上げた。なんて連中なの、そんな家に嫁にやったなんて、親として恥ずかしい。もう終わったことだから気にしないで。私は苦笑がちに言った。家までは父が車で迎えに来てくれた。天音は無邪気に喜んでいる。おじいちゃんのところに行くの？うん、しばらくは向こうにいるから行儀よくしていてね。わかった。天音はニコニコと笑ってうなずいた。私の荷物は少ない。数枚の着替えに絵を描くためのノートパソコンと周辺機器の一式、それらを自分の部屋に持ち込んだ。私がいない間も母が掃除をしてくれていたようだ。机には埃一つなかった。私もママの部屋にいていい？あら、もう一人で眠れるんじゃなかったの？眠れるけど一緒がいいの。そう。私は天音に向かって微笑んだ。おいで。うん。天音が破顔して駆け寄ってくる。愛しい娘のぬくもりを感じながら私は思考を巡らせる。そうだ、まずは名義変更をしなくては。私の行動は我ながら迅速を極めていた。これによって健吾たちがどうなるかについてはおおよその察しがついていたけれども、私は迷わなかった。この結果を招いたのは健吾たちなのだから。数日後、スマートフォンが鳴った。健吾からの着信であった。おい八重、どういうことなんだこれは。大きな声を出さないでよ。私は天音の方を見やりながら言う。天音は私の机で学校の宿題をしていた。それなりに集中しているようで、こちらのやりとりには関心を払っていなかった。私はそのことに安堵して言葉を続ける。何って、支払いの名義を変更しただけだけど。こんな金額払えるわけないだろ。健吾は明らかにうろたえていた。だが私はもう室田家の人間ではない。だからその支払いを背負う義務もないのだった。その出費はね、今まで私が支払っていたの。なんだって？ほうけたような健吾の声。私はため息をついていた。私の収入なら十分に払える額だけどね。お前の収入だって？そう、私ね、風神堂っていうゲーム会社と契約しているのよ。キャラクターのデザインから立ち絵まで全部私が担当しているのよ。なんだって？健吾がうめいた。そのゲーム会社は国内でも屈指の大企業だった。健吾だってその名前は知っているはずだ。お前そんな大きな仕事をしていたのか？そうよ。でもいくら説明しようとしてもあなたは聞く耳を持たなかった。当然ながら私が契約している仕事はその一件だけではない。私は自分が契約している会社の名前を一件ずつ口に出していった。もちろん中には実績として非公開の企業もあるから、それは省いたけれども。どれもこれも大企業じゃないか。うん、だから収入もあなたよりずっと上だった。けどそれを正直に言ってもあなたは信じないだろうし、プライドだって傷つくでしょ。私は鼻で笑ってやった。健吾は大黒柱を自負していたが、実際のところはスズメの涙のようなお給料でしかなかった。本当にあの家を支えていたのは私なのだから。嘘だ、そんなの嘘に決まってる。健吾の声は震えていた。私は肩をすくめて言う。私の言葉は信じなくていいけど、請求書は嘘をつかないわ。頑張って払ってちょうだい。そんな。健吾はまだ何か言っていたが、私は相手にしなかった。通話を切って息を吐く。天音がこちらを見ていた。
ママ、誰とお話ししていたの？パパとお話ししていたの。アマネもお話ししたかった？私が聞くと、アマネは首をかしげてしまった。パパはママをいじめるから嫌いだもん。あら、そうなの？私は苦笑を浮かべていた。それよりママ、宿題終わったからお絵かきしよう。ママのパソコンを使わせてくれる約束でしょ？そうだったわね。私は笑みから苦いものを消してアマネのそばへと近づいていった。続いての着信は光一からのものだった。助けて。あら、どうしたの？私は人ごとのように返事をした。実際私はもう光一の母でも何でもない。家族であった頃ですら光一は私を母と認めなかったのだから。パパが新しい女の人を連れてきたんだ。ああ、それで私と別れたかったのか。私は妙に合点がいってしまった。光一はなおも辛そうな口調で言う。その人は家事も何もやらないでばあちゃんのことも追い出しちゃったんだ。それは大変ね。聞けば義父は施設に入所させられ、義母は一人で路頭に迷っているという。食事の支度もしないため子供たちは毎日空腹のまま過ごしているのだとか。学校の給食でどうにかしのいでいるけど限界だ。お腹が空いたよ。それでそんなに苦しそうにしているのね。私は呆れ果てていた。ケンゴは何をやっているのだろう。いくら頼りない人だとはいえ子供たちの父親には違いないのだ。それなのに子供たちにひもじい思いをさせるなんて。ちょっと待ってて、夕飯の残りをタッパーに詰めて持っていくから。本当？光一の声がパッと明るくなる。だが私は依然として冷ややかな口調で言っていた。今でも私は母親失格なのかしら。ごめんなさい。光一は泣き出した。私はため息をつく。初めて会った時から光一は私に反抗的だった。他の子供たちが私を母と呼んでくれても光一だけは私を敵視していた。そんな光一がやっと素直な姿を見せてくれた。それがまさか空腹によるものだとは。私は通話を切り上げてキッチンへと向かう。母が作った肉じゃががある。続いて冷蔵庫の中を確認し食材を取り出した。手早く作れる料理をいくつか作ってタッパーに詰めた。それらの料理を渡しに行くと光一はなおも泣きながら言うのだった。ごめんなさい。あなたは素晴らしい母親です。どうか戻ってきてください。それはできないわ。私はゆっくりと首を振ってみせた。私とケンゴはもう終わったの。あなたたちの母親役も終わり。そんな。ご飯他の子たちと一緒に食べてね。それじゃ。待ってください。光一がゆるゆるとした足取りで追いかけてくる。けれども私は振り返らなかった。帰宅してから私は健吾に連絡を入れた。あなた何をやっているの？何のことだ。光一から電話があったわ。食べるものがないって。なんだって？健吾はすっとんきょうな声を上げた。それからいまいましげに言うのだった。あの女やっぱり何もしていなかったんだな。あなただって同罪よ。私は声を荒げていた。子供たちの様子がおかしいことに気づいていなかったの？俺は仕事で忙しいんだ。私だって仕事をしていたのよ。仕事は言い訳にならないと私は断言する。ケンゴは返す言葉に詰まったのかムスッとして黙ってしまった。とにかくお母さんを呼び戻して、食べ物もあなたに作れとは言わないから
せめて何か買って帰って。わかったよ。ケンゴは叱られた子供のように拗ねていた。呆れ果てる私にぼそりと言うのだった。八重が帰ってきてくれれば全部解決するのに。追い出したのはあなたでしょ。それは伝えなきゃいけないことはこれで全部よ。じゃあね。通話を終えようとするとケンゴが慌てて言った。八重、俺が悪かった。だから帰ってきてくれ。さようなら。ケンゴの言葉を遮るように私は通話終了のボタンを押していた。もう彼の言葉を聞いていたくなかった。ケンゴはその後もしつこく電話をかけてきた。帰ってきてくれ、八重、頼むよ。新しい奥さんがいるんでしょ。私が言うとケンゴは低くうなった。それはあいつはダメだ。家事も何もしない上に浪費家で。私のことも家事をしない嫁だって言ってたけど。俺が間違ってた。八重は頑張っていたよ。仕事と家事に育児までこなして立派だった。ケンゴは猫なで声になった。私は背筋が泡立つのを感じた。以前はケンゴの優しい声が大好きだった。でも今はゾッとする。私は本当にケンゴのことを見限っているのだと改めて自覚するに至った。子供たちのことはかわいそうだと思う。やえ。だけどあなたのことは何とも思わないの。せいぜい父親として子供たちを守ってとしか言えないわ。私は本心を告げていた。ケンゴは言葉を失っていた。さようなら。短く別れを告げて私は通話を終えた。私としてはこれで終わりだと思っていた。ところがケンゴの方はなかなか諦めてくれない。ある日とうとう私の実家にまで押しかけてきたのである。八重、出てこい。いるんだろ。大きな声を出さないで。近所迷惑になるじゃないの。私は渋々で玄関口に立った。ケンゴは目に見えてやつれていた。服装は薄汚れてシワも目立つ。どうしたのその格好。誰も家事をしないから何日も同じ服を着ているんだよ。ケンゴは力なく言った。私は呆れたように肩をすくめて言う。自分で洗濯したらいいじゃない。洗濯機の使い方がわからない。そう。そういえばケンゴは家事を手伝ってくれたことがなかった。独身の頃も義母が面倒を見ていたようだし、洗濯機の使い方がわからないのも無理からぬ話であった。あの女は追い出した。それで？お袋も帰ってきたし、これからは家事をお袋がこなす。八重は仕事に専念してくれていい。だから帰ってきてくれ。私は無理よと首を振っていた。どうして？あなた私の収入目当てでよりを戻したいんでしょ。それぐらいわかるわよ。図星だったらしい。ケンゴはうめえて後ずさった。その時背後で足音がした。ママ？あまね、部屋に戻っていなさい。私は振り返って言った。だがあまねの存在に気づいたケンゴが大きな声で名前を呼んだ。あまね、パパだよ。こっちにおいで。ちょっとやめてよ。私はあまねを抱き寄せて顔をしかめた。あまねは首をかしげている。パパ？あ、そうだよ。あまねもママに言ってくれ。機嫌を直してまた家族で一緒に暮らそうって。いい加減にして。私の声は鋭いものになっていた。私たちはもう夫婦じゃないのよ。
それでも俺は天音の父親だ。父親らしいことなんて何もしてこなかったじゃない。私は叫んでいた。都合のいいことばかり並べ立てているが、実際のところ健吾は育児にはノータッチだった。孫を甘やかすことしか考えていない義母と子供たちに無関心な健吾、私はずっと彼らに怒っていたのだ。それをはっきりと自覚した。あなたなんて父親失格よ。やえ、そんなこと言わないでくれ。健吾は猫なで声とともに一歩距離を詰めてきた。その分私が交代して距離が保たれる。近づかないで、警察を呼ぶわよ。何言ってるんだ、俺たちは家族だろな。やめてよ。私の腕の中で天音が叫んだ。ママを困らせないで、パパなんて大嫌い、あっち行ってよ。天音、なんてことを言うんだ。健吾は焦った様子になる。子はかすがいという言葉に期待していただけに、天音にまで拒絶されたのはショックだったのだろう。天音、お母さん、警察を呼んで。私は部屋にいる母に向かって叫んでいた。健吾が慌ててその場から逃げ出す。俺は諦めないからな。ゾッとするような捨て台詞だった。健吾の姿が見えなくなると、私はその場にへたり込んでいた。ママ。大丈夫、ちょっと疲れちゃったの。ママ、頑張ったね。天音が私の頭を撫でてくれる。私は思わず涙ぐんでいた。母が様子を見にやってくる。やえ、どうしたの？健吾が来ていたの。しつこく復縁を迫ってきて。なんてこと。母は青ざめた方に手をやった。もうあの人のところに戻る気はないわ。これ以上しつこく訪ねてくるようなら警察に相談しようと思う。それがいいわ。母もうなずいた。こうして私は健吾のことを警察に相談することにした。健吾は私と天音に近づくことを禁じられ、私は念のため携帯の電話番号も変更した。俺はストーカーじゃない、八重の夫だ。健吾はそう主張したが、無論通るはずもなかった。離婚届を用意したのは健吾なのだから。日常から健吾を追い出すことに成功した私は、再び仕事に集中することができるようになっていた。今日もメールボックスには依頼主からの連絡が届いている。忙しいな。私はつぶやいた。まさかこんなにも仕事に恵まれるなんて自分でも思っていなかった。だがそのおかげで私は室田家を支えることができたのだ。そうして今はその収入を貯金に回すことができる。天音の将来のためだもの。そう考えれば私はいくらだって頑張れる。天音が大きくなって大学に行くことを考えれば、お金は残しておくに越したことはない。さあ、仕事の時間だ。私、大きくなったらママみたいな仕事に就きたいな。私の作業風景を見守っていた天音が言った。私みたいな？うん、かわいい絵を描いてみんなに喜んでもらうの。そっか。私は仕事とは別に趣味で描いた絵を SNS にアップしている。絵に反響が大きければ私よりも天音が喜んでいたぐらいだった。じゃあ天音も描いてみる？うん。私の提案に天音は破顔してみせた。デジタルでのイラスト制作にはコツがある。慣れない間は難しく感じるものだが、最終的には時間短縮につながる。何よりもペン先一つで無数の表現方法を試せるのが魅力だった。天音にもその楽しさを知ってもらいたい。何を描こうか。
綺麗な王女様。アマネは元気よく言った。興奮のためか頬が赤くなっている。私はアマネにペンの持ち方を教えながらそっと微笑んだ。パパの娘は私がいればいいの。もう帰ってこなくていいからね。必ず後悔させてあげる。私は春菜。夫と夫の連れ子と三人暮らしだが、もうすぐ家族が一人増える。私は今妊娠8ヶ月で、再来月には出産を迎えるのだ。夫は2度目の結婚だけど、私は初婚で、出産も初めてなので、不安と楽しみが混同している。私はもともと働いており、今回は会社から産休をもらっているため、育児休暇が終わると会社に戻る予定だ。夫の連れ子のレナとは、正直あまりいい関係ではない。私は仲良くなりたくて、買い物に誘ったり話しかけたりしているが、本人はそっけない。というより、私を毛嫌いしているのがよくわかる。赤ちゃんが生まれるということも望んでいないようで、時々ひどい言葉も浴びせてきた。パパ、今度の休みどっか行こうよ。レナは甘えた声で夫のタカシの腕に絡みついた。親子仲がいいのはいいことだが、レナはもう高校生なのに、夫と一緒にお風呂に入ったり膝枕をしたり、私からすると少し限度を超えていた。でも親子関係が悪いよりいいと思い、口を出すことはせずにいた。お前は本当に甘えん坊だよな。よし、仕方ない。どこか行くか。やった、パパ大好き。レナは夫に抱きつき、夫もまんざらではなさそうだ。私は夕食後の食器を洗いながらその光景を見ていた。それに気づいた夫がレナに言う。レナはどうする？春菜も連れてく？夫のその一言で一気に機嫌が悪くなるレナ。答えは私も分かっていた。はあ？嫌に決まってんじゃん。なんで家政婦連れて行かなきゃいけないの？だよな。ってことで春菜は今回も留守番な。そして二人でバカにするように笑う。これは最近のいつもの流れだった。夫とはもともと同僚で、私がまだ働いている時に勤務先で知り合った。一度プロジェクトで一緒になり、夫の優しさに惹かれていた時に告白された。夫が離婚歴を持っているというのは知っていたし、私は子供が好きなので連れ子がいても気にしていなかった。その後お付き合いを始め、レナを紹介してもらい、知り合ったばかりの頃はまだ可愛げのあったレナだったが、だんだんと私を毛嫌いしだした。思春期なのかなと思った時期もあったが、今では単純に父親を取られたと思うがゆえの嫉妬だと分かっている。それでも家族なので寄り添おうとしてみたが、なかなかうまくいかず、私も悩み続けていた。本格的に嫌がらせをしてくるようになったのは、私が妊娠してからだった。妊娠が発覚した時は、妹か弟ができると、もしかしたら喜んでくれるのでは、と期待したが、現実は逆だった。夫は妊娠を喜んでくれたが、レナはとても嫌だったようで、私のことを気持ち悪いと言い出した。妹も弟も欲しくないと、言葉の攻撃が増えた。その頃はフォローしてくれていた夫も、今ではレナと同じことを言うように。ああ、なんでこんな奴と結婚したんだろう。まあでも、家事炊事はしてくれるし、いっか。そうだよパパ。どうせ結婚するならもっと美人で優しい人とすればよかったのにさ。この人じゃ私のママにはなれないよ。てか、ママと再婚したら？本当の。あ、それもいいな。ちょっと考えてみるか。わざと私に聞こえるように言ってくる親子。家庭の中に私の味方はいなかった。
かといって両親や友人に相談するのも心配させるだけだと気が引けた。私が耐えればいい、我慢すればいいと自分に言い聞かせていた。一時期は離婚も考えたが、お腹の子供のことを考えると父親が必要だと思ったのだ。そう、それでどこに出かけるの？私が動揺せず質問すると、それが面白くないようで舌打ちをするレナ。なんで教えなきゃいけないの？あんたには関係ないでしょ。わかった。夕食は外で食べてくるの？そうだな。レナ、外食して帰ろうか。うん、そうしよう。家のご飯はクソまずい。作る人が悪いんだろうけど。普通に会話をすることはできないんだろうなと思う。私も麻痺しているのか、もう傷つくこともない。わかった。そう返事をすると同時に、食器洗いを終え、私は自室へ向かった。数日後、私は実家に帰ってきていた。里帰り出産の準備のためである。出産予定日まであと1ヶ月はあるが、臨月になると動きにくくなるため、今のうちに準備を整えておこうと、両親と話していたのだ。ある程度は両親がすでに準備してくれており、他に足りないものなどの確認をして買い物に出かけた。夫には実家に一泊すると伝えていたため、自分にとって久々のゆっくりできる時間が取れた。久しぶりに会う両親と楽しく会話でき、私が実家に帰ってきていると知り、会いに来てくれた友達もいた。ストレスだらけの日々だった私にとって、とても安らげる楽しい時間を過ごせた。翌日、家に戻る時間になると、少し心苦しくなってきたが、よし、と気合を入れ直して家に戻った。ただいま。家に戻ると、夫とレナはもう帰宅しており、楽しそうに話す声がリビングから聞こえてきた。リビングを開けてもう一度、ただいま、と言うが、返事はなく、私はため息をつきながら部屋に戻り、荷物を置こうとした。しかし、部屋に戻ってみると、私の私物がなくなっていることに気づく。え？私のものが、ない。部屋には私のものがなく、夫のものしかなかった。呆然としていると、背後から夫の声が聞こえた。お前の荷物捨てたぞ。もういらないのかと思ってな。え？どういうこと？いらないなんて言ってないでしょ。本当に捨てたの？だって、実家帰ってたんでしょ？そのまま帰ってこないのかと思って。てかなんで帰ってきたの？あんたの居場所なんてこの家にはないんだよ。二人でケラケラと笑う。私は理解できず、さすがに動揺を隠せなかった。里帰り出産のための準備をするから、一泊で実家に戻るって言ったじゃないの。何考えてるのよ。はあ？うっせんだよ。それにママと再婚するためには部屋を開けないといけないでしょ？あ、知らなかった？ママとパパ、再婚するんだよ。初耳の情報に動悸がした。は？本当なの、たかし。そうそう。だからお前と離婚して元嫁と再婚するから、出てってくんね。こちらを見もせずに言う夫に怒りを覚える。じゃあ、あなたたちが出て行ってね。ここ私名義の家だから。そう言うと、レナの顔が歪んだ。は？こここいつの家なの？パパ。ああ、そういやそうだった。ここはこいつ名義の家だわ。へえ？じゃあ早く新居探さないと。そうだな。新居が決まるまでここにいるか。ああ、でも金ないからな。なんとも勝手なことを言う親子。私は怒りが収まらなかった。もういい加減にして、出て行ってよ！私が怒鳴ると、二人は不機嫌そうに言い返してきた。腹でけえ奴が偉そうに何言ってんだよ。俺に逆らってんじゃねえよ。
腹の子の父親だぞ。あんたの立場で言えることなんて何もないから、偉くなったと勘違いしないでくれる？私は悔しくて部屋に閉じこもり泣いた。夫はお腹の父親だけど、もうやっていけない。出産後、離婚しようと決意した。翌日からしばらく、家の空気は最悪で、私と親子二人はほとんど会話もしなかった。あれから吹っ切れた私は、もう相手にしないと決め、二人に何を言われても無視していたのだ。それが面白くないのか、一方的に文句を言ってくるのは変わらなかったが、離婚を決意した私にとって、もう怖くもなかった。そして、私が妊娠9ヶ月で、もうすぐ臨月に入るという時期に、事件は起きた。春菜さん。レナが珍しく、落ち込んだ様子で話しかけてきた。でも、私は無視した。春菜さんが怒るのも無理ないよね。私とパパ、ひどいこと言ったり、ひどいことしたり。でも、レナ反省したの。ごめんなさい。そう言って頭を下げてくるレナを見て、私はすごく驚いた。これはさすがに私も無視するわけにいかず、言葉を返した。うん。もういいよ。そう言うと、レナの表情は明るくなり、ニコッと笑った。この子の笑顔を見たのなんて、どれぐらいぶりだろうか。私に向けられる顔はいつも敵意むき出しの顔だったから。そしてこの後、驚くことに帰宅した夫からも謝られたのだ。春菜、本当ごめんな。お腹も大きくストレスを溜めたらいけない時期に、もっと寄り添うべきだった。ひどい扱いしてごめん。この言葉に私は少し泣きそうになるのを我慢しながら、レナと同じように、もういいよ、と許した。二人に何があったのだろうか、どういう心境の変化なのか気にはなったが、私はやっと家族として認められた気がして嬉しかった。ねえねえ、春菜さん、今度三人で出かけない？赤ちゃん産んだ後はしばらく動けないって聞いたから。そうだな。せっかくだし旅行でも行こうか。春菜へのお詫びも兼ねてな。三人で旅行へ行こうなんて初めて言われたものだから、私も嬉しくなり、一緒に計画を立てる。初めて三人で和気あいあいと話せる時間は、私にとっては幸せを感じることができた時間だった。旅行当日。春菜さん、荷物はこれで全部？重たいからレナが運ぶよ。今までと打って変わって優しくなったレナはとても頼もしい。タカシも協力してくれて、二人で私を気遣ってくれている。今まで耐えてよかった。私の思いが通じたのかな。私はルンルンで車に乗り、家族旅行はスタートしたのだった。目的地は車で2時間のところで、観光地で有名らしい。予約した旅館も素敵なところで、口コミも良かった。美味しい料理が食べられるのも楽しみの一つで、ワクワクしかなかった。高速道路を降りた後は山道が続き、ぐにゃぐにゃと走ったもので、私は途中気分が悪くなった。それを見てレナが心配し、ちょっと外の空気を吸った方がいいんじゃない？パパ、車止めて。と言ってくれた。車を降り、外の空気を吸っていると、後ろから声が。じゃあねー！パパの娘は私がいればいいの。もう帰ってこなくていいからね。車の方を振り向くと、夫とレナがニヤニヤしながらこっちを見ていた。え？どういうこと？何を言われたのか理解できず、聞き返す。いや、そのまんま。お前いなくなれば、あの家は俺らの家になるし。もう帰ってこなくていいから。じゃあな。夫がそう言いながら車を出す。え？ちょっと待ってよ。嘘でしょ？待って！
私は大きいお腹を持って追いかけたが、レナはその様子を笑いながら見ていた。うわ、ドン引き、マジウケる。動画に撮ろうっと。私にスマホを向けながら車で去り、とうとう私は山奥で一人取り残されることとなった。心臓はバクバクし、体が震え出した私。とにかく人がいるところまで行かなければと動いた瞬間、足を滑らせ山の中に滑り落ちた。幸い大した怪我はなかったが、道路まで上がるのは難しい場所まで落ちてしまったことに気づく。どうしよう、最悪だわ。あ、スマホ。ポケットを探したが、スマホは車のカバンの中。私は絶望感で座り込んでしまった。赤ちゃんは大丈夫だろうか。私はどうなってしまうのか。誰にも気づかれなかったら、最悪ここで。ネガティブな思考だけが頭を回る。どれだけ時間が経ったかわからない。でも、さっきよりまともに動くようになった思考回路は、だんだん怒りに変わってきていた。このまま終わらせない。絶対許さない。必ず後悔させてあげる。私はとにかく歩き回り、人や車を探し始めた。絶対に無事に帰ってやる。その強い気持ちだけが私を支えていた。遭難した私はポケットに入っていたお菓子を食べ、川の水を飲み、とにかく歩き続けた。3日後。ああ、快適すぎる。あの人の良かったところは、こんないい家に住んでたことくらいだね。本当だな。あいつ今頃もうくたばってんじゃないか。二人は悠々自適に自宅で生活していた。どんな状況になっているとも知らずに。次のニュースです。昨日、バツバツ県バツバツ市のスカット山にて、遭難している女性が発見されました。発見した方の情報によりますと、川遊びのために子供を連れて川に行ったところ、川のそばに女性が倒れているのを発見したとのことです。その後、女性は緊急搬送され、女性はまだ意識が戻らないようです。現場の山田さん？はい、山田です。こちらが女性が発見された川です。女性は身分がわかるものを何も持っておらず、警察は本人の特定を急いでいるようです。なお、妊娠しているとのことで、お腹の赤ちゃんの命も危ぶまれます。警察は事故と事件の両面から捜査を開始しており、女性の意識が戻るのを待っているとのことです。現場からは以上です。二人は固まる。どう見ても私のことである。一瞬にして青ざめる二人。そこにタイミングよくチャイムが鳴る。ピンポーン。心臓が飛び跳ねる二人。たかしが恐る恐るドアアイを覗いてみると、立っていたのは何やら荷物を持った見知らぬ男だった。警察かと思ったが、風貌が警察っぽくない。どちら様でしょうか。あ、宅急便でーす。その言葉に安心して玄関を開ける夫。少しドアを開けた瞬間、男が足を玄関に入れ、ドアを乱暴に開ける。ガーン。いきなりの状況に尻餅をつく夫。ああ、こんにちは。宅急便ですよ。これどうぞ。男は手に持っていた荷物を投げた。投げた勢いで開いていた箱の中から出てきたのは、夫が会社に置いていた私物だった。どういう?ああ、君、首だってよ。残念だったね。笑いながら言ってくる男に、たかしは一気に怒りが湧く。誰だ、お前。何してるか分かってんのか。それは完全にブーメランだね。君たちはやりすぎてしまった。玄関でのやりとりを聞き、レナがリビングから駆け寄る。何がやりすぎてしまったのよ。誰なの？そうだ、誰なんだよ。俺の会社の私物勝手に持ってきやがって。社長に連絡するからな。してみなよ、その方が早い。それにそんな心配してる場合か。
男は終始笑顔だ。しかし、だんだんと不気味な笑顔に変わる。たかしはすぐ社長に電話をかけるが、社長は電話に出なかった。くそ、とにかく出ていけ。はいはい、残りわずかなシャバでの時間を楽しみなよ。そう言って男は立ち去った。最後に見た男の笑顔に恐怖を覚えたが、警察に捕まるのが怖い二人は逃走することに決めた。二人は必要なものをまとめ、夜逃げするかのように家を出て行った。私が目を覚ました時にまず目に入ったのは病院の天井。次に視界に入ったのはベッドサイドで泣きながら手を握る母の姿と、今にも泣きそうな父の姿だった。そしてそこにもう一人。そう、私は一人っ子ではなく兄が二人いる。次男の兄が腕を組み、そわそわしていた。私の意識が戻ったことに気がつくと、母はもっと泣き、父もとうとう涙を流した。私の意識がはっきりし、赤ちゃんのことが心配になり飛び起きると、母が赤ちゃんは無事だと教えてくれた。深く安心した私は、またゆっくりベッドに横になった。兄が呼びに行った医師がすぐに病室に来てくれ、診察をしてくれたのだが、もう心配いらないと言われ、両親も安心していた。そこで何があったのかを聞かれたので、話すことに。両親に話をしていると、私の意識が戻ったことを聞き、警察も事情を聞きにやってきた。私が事の真相を話すと、事件として動いてくれることとなった。警察が病室を出て行った後、私は気になっていることを両親に聞いた。ねえ、リュート兄は？私のその言葉に、両親はにっこり笑い、今回は任せることにした、と言った。次男の兄も、今回は止めるつもりはない、兄貴に任せとけ、と言ったので、これはみんな相当に怒っていることが分かった。なぜなら、長男のリュート兄は、昔から私を溺愛してくれており、私に何かあるとやりすぎることが多かった。それを止めるのに苦労していたのが両親と次男の兄だ。その家族がそういうのだ。私は逆に、夫とレナに一瞬同情すらした。リュート兄はとても自由奔放で、家にいないことが多かった。その上頭が良く、いろんな業界に顔が広いのだ。いろんな会社から引く手あまたなのだが、一つに所属することは性分ではないため、フリーランスとしてしたい仕事を選び、生計を立てていると聞いている。リュート兄、大丈夫かな？私もリュート兄が大好きなので、今回のせいで捕まったりすると困る。でも、家族はみんな大丈夫だと言った。その頃、夫とレナは車で逃げていた。どこへ行っていいのかもわからず、周りの人間がすべて敵に見えていた。みんな自分たちを捕まえようとしているのではないか、と考えながら走っていると、信号が赤になっていることに気づくのが遅く、トラックが横切ろうとしたため、慌ててハンドルを切り止まったようだ。トラックの運転手に怒鳴られ、それすら異常な恐怖に感じ、車のアクセルを踏んだ。あらあら、危ない運転するね。あ、もしもーし、今そっち行ったから、俺もどっかで合流するね。男が二人の後をつけていることを、二人は知る由もなかった。俺の妹にこんなことしといて、逃がすわけないだろうが。ぼそっとつぶやいて、リュートは車を出した。パパ、レナトイレ行きたい。しばらく車に乗りっぱなしの二人は疲れていた。よし、コンビニ寄って休憩するか。ちょうど車も人も少なくなってきたし。近くにあったコンビニに車を止める。トイレに行ったレナを待っていると、数台の車が駐車場に止まった。タカシはそれを気にすることもなく、ふーっと
一服していた。コンビニを出て、なるべく遠くに向かおうと参道を走っていると、レナが何かに気づいたようだ。ねえ、パパ、あの車何台かコンビニからついてきてない？え？ミラー越しに見てみると、確かにコンビニに停めてあった車のような気がする。偶然だろ。だよね。考えすぎか。しかし、そうは言ったものの不安は拭えず、参道の途中で脇に寄せ、校舎を先に行かせることに。しかし、同じ場所でその車数台も止まった。もう二人は嫌な予感しかしない。やっほー、また会ったね。男の登場に叫ぶ二人。なんなんだよお前。そうだね、とりあえず車から降りといてよ。他の車からも人が降りてきており、抵抗することもできず震えながら降りる二人。黙って正座をする二人を見下ろしながら男は語った。俺はね、かわいいかわいい春菜の兄だよ。春菜の兄と聞いて動揺を隠せない二人はうつむいた。なあ、今回の件さ、俺が何も知らないとでも思ってる？俺さ、妹フェチで大好きなんだよ。もう見守りまくってたわけよ。普段から落ち込んでる姿も見飽きててさ、そろそろ制裁かなと思ってた時に、こんな事件を起こしてくれちゃって。もう俺からしたら、かつてないほどに頭に来てるわけ。レナとタカシは何も言えずにいた。今にも漏らしてしまいそうなほどの恐怖で動けなくなっていたのだ。俺が仕事の都合でちょっと目を離した隙に殺人未遂なんてやらかしといて、もちろん自分たちの命がどうなったって文句言えないよね。狂っている、そう例えるには十分な雰囲気だった。だが一ミリのプライドを持って、タカシは言い返す。春菜にお兄さんがいたのは知ってるけど、あんたじゃなかった。あんたが春菜の兄だって証拠もないだろう。確かに、夫と結婚するときに行った、身内顔合わせのときは、竜とは不在だった。そのため、タカシは竜とを知らなかったのだ。かわいいかわいい妹の結婚相手なんか会いたくないに決まってるだろう。手を出しかねないと思って俺は行かなかっただけだよ。どうにもならないと察したのか、レナが態度を一変する。ねえお兄さん、私は関係ないの。私は春菜さんと仲良くやってたよ。だから私は悪くない。そう言い出したレナを見て、タカシは開いた口が塞がらなかった。どの口が言ってんだが。ねえ、これわかる？君が SNS で上げた動画だよね。これ、春菜を置いていった証拠だろ？お前、女だからって何も罰を受けないとでも思ってんじゃねえだろうな。リュウトの凄んだ顔に、レナはとうとう泣き出し、タカシもずっと震えていた。見て見て。今のこの現状、ここ山の中、春菜を置き去りにした状況と似てない？それを聞いた二人は血の気が引き、タカシは土下座をした。すみませんでした。俺らが悪かったです。お願いですから、どうか許してください。ごめんなさい。そんな夫を見て、レナも土下座をする。ごめんなさい。こんなに大変なことになるとは思ってなくて。本当にごめんなさい。地面に頭をこすりつける二人を見て、リュウトは大笑いしだした。お前らの土下座と謝罪に何の意味がある？どんな価値がある？お前らだけは絶対許せねえんだよ。さて、俺に制裁されるのと警察に突き出されるのどっちがいい？ああ、警察に捕まって出てきたとしても地獄は続くけどね。ちなみに俺、あんたの会社の社長と仲良しなのよ。だからもう会社には戻れない。あと女、お前も幸せになれると思うなよ。そんな、
警察に行きます。すぐに行きますから。 やだ、ごめんなさい。もう何もしないでください。そう言うと、周りにいた男性数人がリュートを止めに入った。そこでリュートもニコッと笑い、場を譲った。ってことらしいんで、あとよろしく。リュートのその言葉で、ガチャッと冷たいものが腕にはめられた。見てみると手錠で、二人は驚いた。お前ら全然わかってねえだろ。こいつらは覆面。要するに警察だよ。まあ、俺の友達だけど。その言葉に呆然とする夫とレナ。お前らみたいなクズのせいで捕まりたくはないんでね。それに俺は一刻も早く、愛しの春菜に会いに行かなきゃいけないんだ。じゃあな。そう言い残して一台の車に乗り、リュートは走り去った。二人はそのまま警察署へ連行されることとなった。あれから数日が過ぎた。私は念のため入院している。私も赤ちゃんももう問題ないのだが、リュート兄が心配症で強制入院中だ。リュート兄、ありがとうね。私のために大変だったでしょ。そんなことないよ。春菜の方が大変だっただろ。よく頑張った。守ってやれなくてごめんな。落ち込むリュート兄を見て、くすっと笑いがれた。私はもう大丈夫。離婚するしね。まあ、一人で子育ては大変かもしれないけど、お父さんとお母さんがサポートしてくれるって言ってくれたから。いや、俺が父親になるから大丈夫だ。心配するな。リュートは張り切ってそう言った。ありがとう。頼もしい叔父だね。いや、父ちゃんになるからな。あ、そうだ。この前面会行った時に離婚届書いてもらったから、もうお前がサインするだけで離婚できるぞ。そう言いながら、リュートは夫の記入済みの離婚届を渡してきた。え？ありがとう。すぐ書いちゃおう。私はボールペンを取り出し、すぐに記入する。それは後でリュートが役所に提出してきてくれるという。しかしな、お前の元夫とレナってやつは、俺の顔見るだけで震え出すみたいでさ、失礼な奴らだよ、まったく。リュート兄、何したの？でも、きっとこれがざまあってことだよね。私がそう言うと、リュートは笑った。そういうことだ。あいつらは自分のしたことが返ってきただけ。今後の裁判でどう判決が出ようと、お前には手出しさせねえし、安心しろ。それに、俺の友達の情報だと、今じゃおとなしくなってんだと。自分たちがしたことも自供して、事情聴取がスムーズだったって。あ、これ秘密な。そっかそっか。それだけ恐ろしい体験をしたのね。私の友達も今回のことすごく怒ってて、出所してきたらただじゃおかないって言ってた。こんなに味方がいたのに、私一人で抱え込みすぎたな。そうだぞ。お前には味方がたくさんいるんだから。もっと周りを頼んなさい。リュートはそう言いながら、私の頭をくしゃくしゃと撫でた。その後、元夫とレナのやり口が残酷だということで、夫は実刑、レナは少女院へ行くこととなった。今回の件は全国ニュースとなり、二人が出所してきても、もう今までの地域で住むのは難しいだろう。そして、私を山に置き去りにする動画を SNS に投稿していたレナのアカウントが炎上していたことが分かった。ニュースになった時にはすでに周囲はレナと夫が犯人なのではと、近所の方々から何件も警察に通報があっていたらしい。その上、元妻と再婚すると言っていたのは、元夫とレナの一方的な決定だったらしく、元妻にストーカー行為を働いていたことで被害届を出されていたことも明るみに。服役中も大変だろうが、出所してからも社会的制裁が待っていると思うと、生き地獄から逃れるには程遠そうだ。
私はその後、元気な男の子を出産。母子ともに健康で、両親と二人の兄がすでに溺愛している。特に竜とはどこへ行くにも一緒に行くと、片時も離れようとしないので、少し困っているくらいだ。私は退院後、今まで住んでいた家を引き払って、実家へ戻った。ある程度子供が大きくなったら、保育園へ預けて働きたいところだが、保育園預けず、俺が面倒を見ると、リュウトが言い出したもんで、少し幸せな悩みになっている。両親と次男の兄から、溺愛加減に呆れ、リュウトはたまに説教されている。地元に戻ったことにより、友人と過ごす時間も増えた私は、結婚生活の苦しさや、あの事件を過去として割り切れるようになったほどに、幸せだ。私が嫌がらせをしてもあんたが出て行こうとしないから、私とパパがここを出て行けばいいと思ったの。私たちは新しい家に行かせてもらうわ。ざまあみろ!と言った。あざ笑うように私を見下すミサを見て、私は呆然としてしまった。彼女はさらに追い打ちをかけるように、私にこう言い放つ。あんたのすべてが気に入らない。家族だけで暮らすから。お前は消えろ!ミサは勝手に新居を購入する手続きを済ませてきたようだ。お金はケンジが何とかしてくれると言い張っている。そのこと、ケンジは知ってるの?私は怒りに震える声でこう聞いた。まだ知らないわ。でも、パパは私の言いなりだから、ダメとは言わないはず。それに、パパは社長でお金持ちだし。家を買うくらい簡単なはずよ。私は呆れてしまった。ミサは何もわかっていない。ケンジの会社が今どういう状態なのか。でも、もう何も言うまい。この際ミサの好きにさせよう。私は自分の中で何かがプツリと切れるのを感じた。私はこの結婚が失敗だったことに早い段階で気がついた。でも、46歳にしてやっと手に入れたこの結婚を簡単に手放す気にもなれない。私が黙って耐え続ければ、いつかあんな辛い日もあったと思い返せるようになるかもしれない。そう思って私は一家を支え続けた。でも、もう私は限界だ。私がいなくなったらどうなるか思い知るがいい。散々罵倒してくるミサを見ながら、私は心の中でそう思った。私の名前は佐々木恵、年齢は46歳。とある会社に長年勤務しており、今はそれなりに責任のある仕事もこなしている。私はずっと母と実家で二人で暮らしていたが、2年前に母は他界。母はあまり体が丈夫ではなかったので、私は介護でかなり苦労した。そんなこともあって、私はずっと独身だった。若い時には交際した男性もいた。でも、母を一人きりにして自分だけ結婚するのはなんだかかわいそうな気がして、結局結婚には踏み切れなかった。こんな風にして、いつの間にか私はもう46歳になっていた。そんな私に転機が訪れた。仕事の取引先の男性が私に好意を持ってくれたのだ。彼の名前は畑中健二。年齢は50歳。仕事は自営業。昔は従業員もそこそこいたようだが、今は彼一人で仕事をしているらしい。健二は顔を合わせるたびに私に積極的にアプローチしてきた。仕事と母の介護に追われ、長年恋愛とは縁遠い生活を送ってきた私は、ケンジの誘いに戸惑っていた。連絡先を聞かれたり、食事に誘われたりして、ドキドキする感覚なんて久しぶりだ。いつの間にか私も彼の行為が嬉しくなり、そのうち交際を開始。めぐみさんのような素敵な女性が、この年齢まで独身でいたなんて奇跡です。俺ならすぐにプロポーズしますよ。
ケンジの甘い言葉は寂しかった私の心を埋めてくれる。こんな風にチヤホヤされるのは何年ぶりだろう。ずっと苦労してきたけど、この年齢にして私はやっと運命の人に出会えたのかもしれない。そんな風に思えた。ある日の別れ際、ケンジはためらいつつも私にこう打ち明けてきた。実は俺、バツイチなんです。え？それに、25になる娘がいるんです。私は驚いて目を丸くしていた。彼も私と同じようにずっと独身だと思っていたからだ。離婚するとき、元嫁には娘を養っていく経済力がなかったので、私が引き取ったんです。その後、お袋の協力も得ながら、なんとか娘を育ててきました。今も私は娘のミサと二人で暮らしています。そうなんですね。ケンジの話を聞いて、戸惑いがなかったといえば嘘になる。でも、このことを知ったからといって、私はケンジと別れる気になんてならなかった。私にとって、彼はもうなくてはならない存在になっていたのだ。バツイチだし、大きな娘もいます。でも、俺はめぐみさんといつまでも一緒にいたい。俺と結婚してください。やがて私はケンジからプロポーズを受けた。こんな私でよければ、喜んで。本当ですか？ありがとう。ケンジはこう言って私を抱きしめた。彼に娘がいるとはいえ、すでに年齢は25歳だし、そのうち結婚して出ていくだろう。今から私が子育てをするわけでもないし、そこまで重く考えなくてもいいはずだ。私はそんな風に考えていた。結婚が決まり、私は初めてケンジのマンションを訪れた。マンション自体はとても綺麗な建物なのだが、部屋に入って、私は衝撃を受けた。玄関を開けると段ボールやゴミなどが廊下を占領している。リビングに入った私はさらに驚いた。ぐちゃぐちゃに散らかった部屋の中でソファーに座りながらテレビを見ている若い女性がいる。それが娘のミサだった。彼女は上下ジャージを着ていて肥満気味な体型。頭はボサボサで顔色も悪い。ミサ、めぐみさんが挨拶に来てくれたよ。ケンジがこう呼びかけると、ミサはソファーにもたれたまま、じろりと私に視線を向けた。どうも、はじめまして。私はとっさに頭を下げて挨拶をした。パパはめぐみさんと結婚することになったんだ。ケンジがこう言うと、ミサは無言のまま私を凝視している。しばらく私を見た後、ミサはテレビを消して立ち上がると、私の前を通り過ぎ、さっさと自分の部屋に入ってしまった。ケンジは私を見て気まずそうに、ごめん、と言った。大丈夫。私は作り笑いをして後悔した。でも、本当は内心不安でいっぱいだった。荒れ果てた部屋、そして挨拶もしない娘。ケンジと結婚して本当に大丈夫なのだろうか。私の頭は混乱状態になった。ミサさんって今お仕事とかしてるの？いや、今はずっと家にいるんだ。ミサさんは高校の頃から不登校がちになり、その後専門学校に入学はしたものの、しばらくすると辞めてしまったとのこと。それ以来仕事もせず、ずっと家に引きこもり、昼夜逆転したような暮らしを続けているらしい。親の都合で離婚して、あの子に苦しい思いをさせたからね。俺が厳しいことを言うのも悪いような気がして、それでずっとミサの好きなようにさせているんだ。親が離婚したショックは、経験した人にしかわからない辛さがあるだろう。それに、
父親がこの年で結婚相手を連れてきたとなると、ミサは心よく思わなくて当然なのかもしれない。それにしても、私はこれから先、ここでちゃんとやっていけるのだろうか。結婚早々、私は思ってもいなかった現実を目の当たりにした思いだった。いろいろ不安はあるものの、今この結婚の機会を逃すと、もうチャンスがないような気もする。私は予定通り、ケンジと入籍した。ケンジと同居を始めて数日経った。まずはこの荒れ放題の家をどうにかしなきゃ。私は部屋の中のゴミを捨てる作業から始めることにした。リビングやキッチンには飲みかけのペットボトルや、食べた後そのままのカップ麺の容器などが放置されている。私はそれらを片っ端からゴミ袋に入れていった。ただそれだけでもごちゃごちゃしていた見た目がすっきりとした。仕事が休みの日には、私は朝から張り切って掃除をした。窓を開けて空気を入れ替えると、なんだか部屋が蘇っていくように思えた。すごい。めぐみがここに来てまだそんなに経っていないのに、家の中がすごく綺麗になったね。ケンジは家の中を見回して、とても喜んでくれた。そんな彼の様子を見て、私も嬉しくなった。その日の夜、私は夕食を作ってテーブルに並べた。ミサ、めぐみさんがご飯を作ってくれたんだ。一緒に食べないか。ケンジは自分の部屋に閉じこもっているミサを呼びに行った。ミサはなかなか応じなかったが、やっと部屋から出てきた。夕食作ったの。ミサさんも一緒に食べない？私がこう言うと、ミサは食卓に並べられた料理をじっと眺めた。そして私を鋭く睨みつけ、あんたの作ったものなんて食べたくないと叫んだ。そしてテーブルの上の料理をすごい勢いで床に落としていったのだ。ちょっとやめて、ミサ。慌てて制止する私とケンジに目もくれず、結局ミサはテーブルの上にあったすべての料理を落としてしまった。いくつかのお皿や茶碗が割れ、私が何時間もかけて作ったおかずもめちゃくちゃになった。私が呆然としていると、ミサは私に近づいてきてこう言った。あんた、金目当てでここに来たんでしょ？は？私は目が点になった。パパが社長だから、結婚してお金を巻き上げようと思ってるんでしょ？ミサはすごい剣幕で私に怒鳴ってくる。違うわ！私がいくら否定してもミサは全く取り合ってくれない。私は助けを求めるようにケンジの方を見た。しかし、ケンジはミサを叱ることも咎めることもせず、ただ私の隣で眉間にシワを寄せて黙ったままだ。あんたなんか私が絶対に追い出してやる！ミサはこう言い捨てると、大きな足音を立てながら、また自分の部屋に入ってしまった。私は怒りと悲しさで、その場に座り込んでしまった。床の上には割れた食器と料理が散乱している。私は静かにそれらを片付け始めた。ケンジは大きなため息をついて、玄関に向かっていった。やがて、玄関のドアがバタンと閉まる音がした。ケンジはどこかへ行ってしまったのだ。私は信じられない思いだった。一緒に片付けてくれないの？どうしてミサに怒ってくれないの？結婚前に必ずめぐみさんを幸せにすると誓ってくれたのは嘘だったの？私は部屋を出てケンジの後を追った。私がマンションのエントランスを出ていくと、道を歩いているケンジの後ろ姿が見えた。彼は誰かと電話しているようだ。私は足音を立てないよう静かにケンジの背後に近寄った。ケンジはやがて近所の公園に入り、ベンチに座りながら電話で話し続けている。私は耳を澄まして彼の話す内容を聞いてみた。ミサが全然懐かなくて困ってるんだ。まあ嫁は家事とか全部やってくれるから助かるっちゃ助かるんだけど。
ケンジは一体誰と話しているんだろう。私は疑問に思いながら、さらに耳を澄まして聞き入った。まあ、そもそも金がかからない家政婦が欲しくて結婚しただけなんだけどさ。私はショックを受けた。金がかからない家政婦欲しさに、ケンジは私と結婚した、ということなのか。会社の方もいろいろ大変で、昔みたいに家政婦を雇う金もないしな。ところでお袋、体調はどう？ケンジはお袋と呼びかけているので、おそらく義母と話しているらしい。彼は義母に愚痴を聞いてもらっているのだ。私はミサのみならず、ケンジにも怒りの感情がふつふつと湧いてくる。彼が私と結婚した本当の理由を聞いてしまった私は、あまりの悲しさに自然と涙が流れてきた。ケンジに気づかれないよう、私は静かにその場を離れ、マンションに戻って散乱した皿と料理を片付けた。私はこの結婚が失敗だったと気がついていた。でも、それを素直に認めたくない自分もいた。この年になってやっと結婚できたのだ。しばらく忍耐することで何とか乗り越えられるかもしれない。そんな思いもあった。私はミサにきつい言葉を言われたり、嫌がらせをされたりしても我慢して過ごした。ケンジに対しても家政婦以上のいい妻になれるよう自分なりに努力した。そこからしばらく経った頃、私が家に帰ると、家の中の様子がなんだかおかしい。妙に物が片付いてガランとしている。おかしいなと思いながら、私は着替えをしようとクローゼットを開けた。すると、なんと中が空っぽになっている。私は呆然と立ち尽くした。私の服もバッグもアクセサリーを入れていたボックスも何もかも消え去っているのだ。私はミサの部屋のドアを開けて問い詰める。ちょっとミサさん！何よ、勝手にドア開けないで！ミサはこう言って私を睨みつけた。私のクローゼットの中が空っぽなの、一体どういうこと？ミサは平然とした表情で言った。あれは全部業者に売った。は？売った？私は自分の血の気が引くのを感じる。うちの中にあるあんたの持ち物が邪魔だから、全部業者に売り払った。信じられない。なんでそんな勝手なこと。私は今までミサさんの態度が悪くても、自制して大人の対応をしてきたが、今回ばかりは許容できない。私が怒りの表情で迫っても、ミサは偉そうな態度でこう言った。勝手なのはあんたじゃない。勝手にこの家に転がり込んできてさ。だからって、人のものを勝手に売り払うなんて、許されると思ってるの？私はミサに詰め寄った。するとミサは、このマンションを出て行く前に不要なものを処分しただけ。私とパパは新築の家に引っ越すの。と言った。は？新築の家？私は訳がわからず固まってしまった。その様子を見て、ミサは笑みを浮かべながら、ええ。私が嫌がらせをしてもあんたが出て行こうとしないから、私とパパがここを出て行けばいいと思ったの。私たちは新しい家に行かせてもらうわ。ざまあみろ！と言った。あざ笑うように私を見下すミサを見て、私は呆然としてしまった。彼女はさらに追い打ちをかけるように、私にこう言い放つ。あんたのすべてが気に入らない。家族だけで暮らすから、お前は消えろ！ミサは勝手に新居を購入する手続きを済ませてきたようだ。お金はケンジが何とかしてくれると言い張っている。そのこと、ケンジは知ってるの？私は怒りに震える声でこう聞いた。まだ知らないわ。でもパパは私の言いなりだから、ダメとは言わないはず。それにパパは社長でお金持ちだし。家を買うくらい簡単なはずよ。私は呆れてしまった。ミサは何もわかっていない。ケンジの会社が今どういう状態なのか。でも、もう何も言うまい。この際ミサの好きにさせよう。私は自分の中で
何かがプツリと切れるのを感じた。わかりました。私は冷静に返事をした。私の態度が急に変わり、何も言い返してこないので、ミサは拍子抜けしたような顔をした。私を追い出すと、あなたたち親子がどうなるか、思い知るがいいわ。私はぼそっとこう言った。何？ちょっとそれどういう意味よ。ミサにこう言われても、私は何も答えず、家を出て行った。そして、私は歩いて雑居ビルに向かった。そのビルの一室に、ケンジの会社があるのだ。私はケンジに会ってすぐ、こういうつもりだった。もう限界です。離婚してください、と。オフィスに入り、さらにもう一つのドアを開けると、なんと、ケンジが見知らぬ女と抱き合っているではないか。ケンジ。私が声をかけると、二人はびっくりして私の方を見た。めぐみ、お前なんでここに？ケンジはとても驚いて、顔面蒼白だ。私もさすがに度肝を抜かれた。まさか、ケンジが会社で他の女と抱き合っているのを目の当たりにするとは。女性は慌てて荷物を取り、私これで失礼しますと言いながら出て行った。聞くと、女性は取引先の会社の社員だという。そういえば結婚前、私がこの事務所を訪れるたびに、ケンジは食事に誘ってきたわよね。ケンジって、取引先の女に手当たり次第ナンパしてるわけ？私はケンジに怒りをぶつけた。違う！さっきはたまたま、なんていうか、ただ落ち込んでいた彼女を慰めていただけで。苦し紛れに嘘丸出しの言い訳をするケンジを、私はさらに責め立てる。この会社もあと少しでどうなるかわからないっていうのに、よく女をナンパする勇気があるわね。私がこう言うと、ケンジはうつむいて黙っている。私、ケンジが電話でお母さんに話しているの聞いたの。私と結婚したのは、金のかからない家政婦が欲しかったからだって。ケンジは驚いて固まっている。そして、気まずそうにうつむいた。そんなひどいことを耳にしても、今日までなんとか耐えてきたけど、もう終わりね。終わり？ケンジは私をおどおどしながら見つめてくる。ミサさんが私のクローゼットの中身を全部業者に売り払ったの。え？私の持ち物は邪魔だから業者に売ったんだそうよ。まあ、そんなひどいことをしても、あなたはミサさんのことを叱ることも、咎めることもしないんでしょうけど。私がこう言うと、ケンジはまた気まずそうな顔のまま何も言わない。彼は自分の娘だというのに、ミサを恐れて気を使い、彼女が暴走するたびに目をそらして逃げてしまう。引きこもりのミサが何をしでかすかわからず、ビクビクして何も言えない情けない父親なのだ。ここへ来てみたら、ケンジは別の女と抱き合ってるし、ケンジにもミサさんにも、私はもうコリゴリ。もう限界です。離婚してください。私は冷たくこう言い放った。待ってくれ、めぐみ。離婚なんて嫌だ。考え直してくれ。お前がいなくなったら、俺はどうやって生きていけばいいんだ。ケンジは私の足元にひざまずいて懇願してくる。お断りします。あ、そうだ。ミサさんがケンジと二人だけで住むために、新築の家を契約してきたそうよ。は？新築の家？ケンジは呆然としている。やはり彼はまだミサから何も聞かされていないらしい。私を追い出してパパと二人で住むために、新築の家を勝手に契約してきたみたい。お金はパパが出してくれるって信じてるわ。建て売りだけど、庭付きの綺麗な一軒家らしいわよ。結構高いんじゃないかしら。ま、私には関係ないけど。ケンジは真っ青になって、額に汗がにじみ始めた。かわいいミサさんの希望だもの。あの子のお望み通り、私はこの家から去らせてもらうわ。もう一切援助はしない。
後のことはお願いね。私はこう言って、ケンジの会社から出て行った。私は空き家になった実家に戻ってきた。結婚後もこの家を売りに出していなかったので、住む場所があって助かった。いくらか自分の部屋に置いていたものもあるので、ここならなんとか暮らしていけそうだ。一方、ミサたちはマンションから購入した新居に引っ越していったようだ。ある日、ミサから私に電話がかかってきた。彼女は声を荒げて何やらギャーギャーと怒っている。新居はどう？新しい家で快適でしょうね。私はわざとらしくこう声をかけた。ちょっと、どういうことなの？工事は全部済んだはずなのに、水道も電気もガスも全然使えないんだけど！ミサは相当怒っているようだ。まあ、そうでしょうね。私は平然と答えた。だって、あなたたちの光熱費を払っていたのは私だもの。は？ミサは急に勢いを失った。ケンジは会社の社長といっても、今は経営が赤字で破産寸前なの。だから、今まで生活費はすべて私が負担していたの。あんたを養っていたのはパパじゃなくてこの私だったのよ。え？嘘でしょ？ミサは全く知らなかったようだ。10年ほど前までは、ケンジの会社も従業員を抱え、随分羽振りがいい時期があったようだ。家政婦を雇って家事を任せた時期もあったようだ。ミサの認識はその頃のまま止まっていたのだろう。実はケンジの会社はこのところ急に経営が傾き、借金が増える一方なのだ。私はケンジからしばらくの間だけ助けてくれないかと頼まれ、生活費はすべて私が負担していた。ケンジはひょっとすると結婚前から私に家政婦としての役割だけでなく、生活費を出してもらうことも期待して近づいてきたのかもしれない。私はずっと実家住まいの独身で、貯金も結構あったし、親から相続した遺産と土地もある。今考えてみると、ケンジの方が私の財産目当てで結婚した可能性もある。ミサさんがのんきにお風呂に入れるのも、一日ネットゲームをしてられるのも、全部この私がお金を払っていたからなのよ。そんな、嘘よ。ミサはすぐには信じようとしない。今まで私の口座から引き落とされていたものは、全部ケンジに名義を変更したの。水道も電気もガスも使えないのは、おそらくケンジの口座が今現在空っぽだからでしょうね。私は強い口調で言い放った。ケンジの会社は今や借金地獄で倒産寸前よ。ミサさんもう25歳でしょ。そろそろ自分で稼ぐことを考えたら、いつまで親の家で寄生虫として生きていくつもり？このままじゃ寄生する側もされる側も共倒れよ。これを聞いてミサは泣きながら言った。嘘よ！パパは社長なのよ！お金持ちなのよ！そんなことあるはずないわ！ダメだ。もう付き合ってられない。私は呆れる思いで電話を切った。翌日、私はミサの新居の前にいた。私がチャイムを押すと、ミサが出てきた。何なの、急に。驚くミサの後ろから、やつれ気味のケンジも出てきた。今や水も電気も使えないこの新居しか、二人の居場所はないのだ。前のマンションは解約してしまったし、ケンジの会社はビルの家賃が払えず退去させられた。それに、義母は最近老人施設に入居し、実家を売却したらしく、ケンジは実家を頼ることすらできない状況なのだ。今日は私がお金を出して買った家具や家電を引き取りに来ました。私がこう言うと、ミサもケンジも驚いて目を丸くした。私は呆然としているミサたちを押しのけて家の中に入り、このソファーもテレビも、あとはこのエアコンもお願いします。と、連れてきた業者に指示を出した。そして、私が示した家具や家電が次々と
外に止めているトラックに運び込まれていく。ちょっと待って、こんな猛暑の時期にエアコンを取るなんてひどすぎる。ミサは私に抗議してきた。私が買ったものをどうしようと私の勝手でしょ。私はミサに強く言い返した。ミサもケンジもこの暑い時期に電気が使えない蒸し風呂状態の家の中で夜を過ごしているので、顔が汗でベタベタになっている。めぐみ、俺が悪かった。頼む、今だけなんとか俺たちの生活費を援助してくれ。ケンジは私に必死に頭を下げる。また他の女を探せばいいじゃない。家事もやって生活費も出してくれる都合のいい女をね。もう私はあんたに利用されるのはごめんよ。私は強い言葉で言い返す。お願い、せめて電気だけでも使えるようにして。窓を開けても暑くてたまらないんだ。おかげで夜は一睡もできないから、もうフラフラなんだよ。ケンジもミサも私に自分たちがどれだけ辛いかを訴えてくる。そんなこと私の知ったことではない。二人が散々嘆いている傍らで、私は自分が買ったものをすべて業者に運んでもらった。じゃあ、邪魔者は消えますので、新しいお家で親子水入らずで幸せに暮らしてね。と言い放った。お願い、そのエアコン返して、テレビも。エアコンが帰ってきても電気が使えないなら意味がないぞ。ケンジがこう言うと、ミサはケンジに向かって怒り出した。うるさい、なんで会社潰れちゃったのよ、この脳なし。お前だって25にもなって親のすねかじってんじゃないよ。それに俺に断りもなく勝手に新築の家なんて購入したんだから、全部お前の責任だぞ。いつもミサに気を使って何も言い返せないケンジも、さすがに我慢できないようで、ミサに怒りを爆発させる。このバカ親父。黙れバカ娘。罵り合いを始めたケンジとミサを黙って見ながら、私はその場を去った。娘が怖くて叱れず、わがまま放題させてきたケンジ。それをいいことに、25歳にもなって働きもせず、親のすねをかじり続けたわがまま放題のミサ。二人はこれから自分のしてきたことのツケを払うことになるだろう。二人は私の実家を訪れ、ここで一緒に住ませてほしいと懇願してきた。もちろん私は二人を門前払い。やがて弁護士を通じて私とケンジは離婚した。ケンジの会社は倒産し、巨額の負債を抱えた。そこに加え、ミサが勝手に購入した新居の支払いもあって、ケンジもミサも路頭に迷った。結局新居は手放したようだが、それでも莫大な借金があるには違いない。私はミサがクローゼットの中身をすべて売り払ったことも忘れてはいなかった。弁護士を通じて、私はミサに賠償するよう要求。事情を知った業者側は、私に服やバッグなどをすべて返してくれた。ただし、ミサには業者にすべての代金を払う義務が課せられることになった。ケンジはミサに、これからはもう一人で生きていってくれ、と告げて別れ、地方の小さい町のボロアパートに一人住み始めたようだ。ケンジは借金取りから激しい取り立てを受ける生活だったが、そのうち紹介された解体現場での仕事を始め、今では毎日ヘトヘトになりながら解体作業に励んでいるようだ。ケンジを頼ることができなくなったミサは、住む場所もなくなり路頭に迷った。かつてケンジと離婚した母親も音信不通で頼ることはできなかった。必死に仕事を探したミサは、なんとか寮付きの清掃会社に雇ってもらうことができたようだ。今まで家の中の掃除などしたことがなかったミサだが、今では職場の先輩たちに厳しく指導されながら清掃の仕事をしているようだ。引きこもっていた頃は肥満気味だったミサも、今ではげっそりして年齢の割にやつれてしまっている。よほど今の仕事がきついのだろう。でも今のミサにはいい荒療治だ。ずっと引きこもりだった彼女がやっと自分で稼ぐことを始められたのだから。そして私はというと、一人で実家に住みながら
今は仕事に懸命に打ち込んでいる。この家に一人きりでは寂しいと思い、最近猫を2匹飼い始めた。仕事から疲れて帰ってきても、猫たちの可愛さにとても癒されている。また、私は近頃 DIY にハマっていて、ホームセンターで材料を買ってきては、古くなった家の中をリフォームしたり、猫たちのためにキャットウォークを作ったりしている。これからも、私は仕事にも励みながら、この家で快適に暮らしていきたいと思っている。聖司の穏やかな雰囲気に一目惚れして結婚した私だが、娘のあかりは金遣いが荒く、おまけに私を嫌っている。仲良くできないものかと日々頭を悩ませていた。しかしある日、聖司に高級焼肉店に誘われた。ウキウキして迎えた当日、なぜか私だけ別邸に案内され、不審に思っていると店員に忠告された。早く逃げて！実はあの人たちは7年前。続く言葉に私は絶句した。お願い、信じてください。店長と聖司、あかりはグルなんです。このままだとあなたもひどい目に遭わされます。別邸を出て、聖司とあかりのいる部屋の外で聞き耳を立てると、恐ろしい言葉が漏れ聞こえた。あいつ、バカだよな。俺らに簡単に騙されやがって。私らの借金を立て替えるために、頑張って風俗店で働いてもらわなきゃね。私は拳を握りしめた。春菜の忠告は本当だったのだ。激しい怒りが湧き上がり、体が怒りで震えた。許せないわ。聖司とあかり、このままで済むと思うなよ。私は桃子、40歳の主婦だ。仕事が面白くて夢中になっていたらいつの間にか30代も終わりを迎えた。社会人になってから付き合った男性に別れを告げられ、私に結婚は無理かなと諦めかけた頃、知人の紹介で聖司に出会った。優しげな雰囲気に穏やかな声、人懐っこい笑顔に一目惚れし、交際を申し込まれて即座に了承。聖司には、あかりという高校生の娘がおり、交際中に何度か食事をしたが、ハキハキした美人という印象だった。私が大企業の主任を務めていると知ると、目を輝かせた。パパの会社と同じくらい大きいところじゃん。かっこいい。私もそういう会社でバリバリ働きたいな。あかりの尊敬あふれる眼差しに照れ笑いを浮かべたのを覚えている。そんな彼らとの新生活は幸せなものになると信じて疑わなかった。結婚後に衝撃を受けたのは宮田家のずさんすぎる家計だった。10年前に奥さんの浮気で離婚し、聖司が男で一つで明かりを育ててきた苦労は計り知れない。しかし、聖司は大企業の部長で安定した生活のはずなのに、暮らしぶりは赤字ギリギリだった。聖司も明かりも料理が苦手なので、三食ともコンビニやスーパーの弁当、惣菜に頼っている。おまけに週末は高級寿司店やレストランで夕食をとる。そして明かりは小遣い制ではなく、欲しいものがあればその都度聖司におねだりし買ってもらっていた。ある時、自分宛ての郵便と間違え、聖司のクレジットカードの明細を見た私は仰天した。聖司はあかりに高価なブランド物の服やバッグ、アクセサリーなどを惜しげもなく買い与えていたのだ。聖司とあかりが帰宅後、私は二人に注意を促した。あかりちゃん、まだ高校生よ。いくらなんでも贅沢じゃないかしら。ちょっと、夫宛ての手紙を勝手に開けるとか、マナー違反でしょ。目をつり上げる明かりに、私は落ち着いた声で応じた。宛名を確認しなかったのは謝るわ。でもこれは甘やかしすぎでしょ。いいじゃん、払うのはパパなんだから。明かりが口を尖らせる。誕生日プレゼントに30万のピアスって、どこのセレブよ。欲しければ自分が稼いだお金で買いなさい。うるさいな。あんたには関係ないでしょ、おばさん。ママじゃないんだから、ほっといてよね。二人とも落ち着いて。
いつも通り喧嘩になりそうになると聖司が仲裁に入る。おっとりした微笑みを浮かべ、聖司は穏やかな声で謝った。ごめん桃子、あかりに似合いそうだと思ってつい買っちゃったんだ。これからは気をつけるよ。ああ、パパ、こんな女の言うこと聞くの？不満げなあかりに聖司が眉を潜める。あかり、ママと呼べなくてもせめて名前で呼びなさい。好きな人をそんな風に呼ばれるとパパは悲しいよ。父親の説教にあかりは不服そうに黙り込んだ。それからというもの、あかりが私の前で高価なブランド物を身につける様子は見られず、事態は改善されたかに見えた。しかし、私が仕事から帰宅したのも気づかず、聖司とあかりが険しい顔つきでこそこそ話し合っていたり、聖司宛ての宅配便で届いた品物を二人で書斎に運び入れた後に親子で部屋にこもるなど、怪しい言動はその後も続いたのだった。一緒に暮らすうちに私は理解した。あかりは私を家政婦兼 ATM と認識しているのだ。結婚後、聖司とあかりになるべく手料理を振る舞おうと、私は仕事の忙しさを言い訳にせず頑張ってきた。ところがあかりは私が献立を考え、仕事帰りに買い物に行き料理を作るという流れをさも当然のように受け止めた。だから急な残業が入った時などは不機嫌オーラ全開で私を待っているのだ。ただいま、遅くなってごめんね。着替えもそこそこにキッチンに立つ私をあかりが睨みつけ言い放つ。あのさ、ご飯をレンジで温めてほしいとか手抜きだよな。そういうのも普通母親がやるもんでしょ。おかずも出来たてが食べたいんだけど。高2ならレンジで温めぐらいできるでしょと反発したい気持ちを抑え、私は答える。急な残業の時は作り置きのおかずになると思うな。私、新しい奥さんが来るって聞いてすごい期待したんだけどな。家中いつもピカピカで、食事は私の帰宅に合わせて出てきて、食後のデザートも毎回手作りみたいな。一体どこのレストランだよと私は呆れてしまう。レストランでも予約が必要なんじゃないの？はぁ、と深いため息をつき、あかりはさらに文句を吐いた。これじゃ何のために家にいるか全然わかんないよね。あんた、家のことやる気ある？パパが優しいから甘えてるんじゃないの？ムッとして私は言い返した。あかりちゃんのお母さんは専業主婦だったのよね。私も仕事を辞めれば家事に時間をかけられるけど、そうするとあかりちゃんの大学資金や私たちの老後資金をパパ一人で貯めなきゃいけなくなるわ。それでもいいの？あんた仕事と家事の両立もできないの？そんなんでよく主任が務まるね。調子を浮かべるあかりに唖然とした。自分は使った湯飲み一つ下げないのに、よくもまあ偉そうなセリフを吐けるもんだ。誠に甘やかされて育ったのがよくわかる。結婚前、義両親が隣の県に住んでいると知り、私はほっとしたのだ。結婚後も義両親に会うのは盆と正月、冠婚葬祭の時だけで、義母も優しくて嫁姑問題とは無縁だった。でもこれじゃあ琴音と同居しているのと変わらない。胃が痛くなりそうだった。結婚前は聖司を優しくて穏やかで素敵な人だと感じていた。でも最近分かった。優しいのではなく優柔不断なのだ。揉め事の仲裁には入るくせに、あかりにも私にも嫌われたくなくて、いつも曖昧な態度をとる。年頃の娘をろくに叱りもせず、結果的にわがままに育ててしまった。ふとした瞬間疑問が浮かぶ。なぜ私と結婚したんだろう。大企業の部長職を務める聖司なら自分の給料だけであかりを育てていける。再婚するとそれまで仲良くやってきた親子の間に他人が割り込むのだから家庭内がギクシャクする。それを承知で私にプロポーズしたはずだ。今のところあかりは私だけを忌み嫌っているけど、やがて仲裁に入る父親にまで暴言を浴びせるようになったら責任を感じてしまいそうだ。
そんな心配に頭を悩ませていたら、セイジが私をご飯に誘ってくれた。桃子、あかりと三人で週末に焼肉を食べに行かないか？え？桃子にはいつもお世話になってるでしょ？たまには君をねぎらいたいんだよ。ほら、結婚前によく行った駅前の高級焼肉店、あそこを予約しようと思ってる。焼肉の香ばしい匂いや肉がじゅうじゅう焼ける音が脳裏によみがえった。友人たちには色気がない、フレンチやイタリアンにしなさいよと呆れられたが、美味しそうに食べる君が好きとセイジはいつも優しく微笑んでくれたのだ。しかし結婚後は生活費を削るために外食を控えたので一度も行ってなかった。普段節約を頑張ってくれてるもんね。たまにはいいんじゃない？あかりも賛成してくれたよ。じゃあお言葉に甘えようかな。私の料理にはケチをつけるあかりも、外食なら素直に美味しいと言いそうだ。家族で和気あいあいと料理を囲めるなんて交際中の食事会以来だ。そんなわけで胸を高鳴らせて週末を迎えた私たちは、少しだけおしゃれして高級焼肉店に向かった。上品な看板を構える焼肉店に着くと、恰幅のいい店長が現れた。セイジの知人らしく気さくな挨拶を交わした後に、品定めするような目つきで私を見た。すぐに愛想笑いを浮かべ、威勢のいい声を出す。お待ちしてましたよ、奥様。奥様には別邸に特別メニューを用意してございます。え？私セイジの昔からの友人でしてね、今日の食事会は奥様をねぎらうために開いたと聞いておるんですよ。なのでまずは40代の女性のお肌と体をいたわるメニューを提供させていただこうと思いましてね。みんな一緒の部屋でいいのにと不思議に思ったが、セイジとあかりは笑顔で私を促した。行ってきなよ、僕らは本邸で待ってるからさ。パパがわざわざ予約したんでしょ、きっと美味しいよ。じゃあ先にそちらでいただいてくるわね。よくわからないながらも私は店長に従うことにした。店長は笑顔を張り付けたまま、後ろに控えていたおとなしそうな女性店員に告げた。山田さん、奥様を別邸にご案内して粗相のないようにね。山田さん、ぼーっとしてないで早く。承知しました。セイジとあかりに見入っていた店員ははっと顔を上げ、慌てた様子で先に立って歩き出した。中庭を横切った先にあるヒレヤー建ての鍵を開け、店員は私を招き入れた。6畳ほどのワンルームにはコンロのついた4人掛けの食卓が一つあるだけ。豪華な印象の強いこの店にしては随分質素な建物だ。室内をキョロキョロしていると、店員は建物の鍵を閉め私に近づいた。あなたの旦那様は宮田誠司で会っていますか？娘はあかりですよね。いきなりの問いかけに私が目をパチクリさせると、店員は緊張した面持ちで質問を重ねた。きっとあなたは稼ぎがいいんですね、あの人たちにお金を貸せるくらい。どうしてそれを？店員の顔が一層こわばった。青い顔で私にすがりつき、切羽詰まった声で告げる。早く逃げて、実はあの人たちは7年前。その後に続いたセリフに絶句した。目を見開く私に店員は早口でまくし立てた。会ったばかりの私がこんなこと言っても半信半疑ですよね。でもお願い、信じてください。店長とセイジ、あかりはグルなんです。このままだとあなたもひどい目に遭わされます。詳しい話を聞かせて。ひとまず逃げてください。これ私の連絡先です。名刺をもらった私は店員の助言に従い別邸を飛び出した。名刺にはマネージャー山田春菜と書かれていた。さっきの店員春菜の様子は真に迫っていて、とても演技だとは思えない。とはいえ誠司を信じたい気持ちが残っていたので、誠司とあかりが食事をする本邸に足を運び、彼らが予約した部屋の扉越しに会話に聞き耳を立てた。あいつバカだよな、簡単に騙されやがって。
やっぱお前の言った通り、嫁に行き遅れた女はちょろかったわ。一瞬誰の声かと思った。私を嘲笑う低い小姉は普段とは別人のようだったのだ。まだ気抜くなよ、これからが本番だ。あかりちゃん、目薬用意した？バッチリよ。私らの借金を立て替えるために風俗店で働いてもらうんだもんね。うまく演技しなきゃ。頼むぞ、あかり。私は拳を握りしめた。春菜の忠告は本当だったのだ。猛烈な怒りが湧き上がり、体が震えた。許せないわ。誠治とあかり、このままで済むと思うなよ。焼肉店を出た私は、しばらく走った後に、肩で息をしながら道端で立ち止まった。春菜にメッセージを送ると、すぐに返事が返ってきた。GPS がつけられているかもしれない?なるほど。身につけているものを全部変えた方がいいのね。その前に、不正利用について電話で確認しなきゃ。私は独り言をつぶやき、人気のない道端で銀行口座とカード履歴を確認した。見たくもなかった現実を突きつけられ、思わずその場にしゃがみ込んだ。クレジットカードは限度額いっぱいまで利用され、独身時代から貯めていた貯金も残り数百円になっていた。確かに、通帳やカードがしまってある場所は誰でも触れるようにしてあったし、暗証番号も以前、誠治に伝えていた。カードも、家賃や水道、光熱費の引き落としに使うくらいなので、チェック不足だった。これで、心の片隅に残っていた誠治を信じる気持ちは、完全に踏みにじられた。まあいいわ。おかげで吹っ切れた。次に、銀行とカード会社に連絡し、家族に不正利用されていると伝えて、利用停止にしてもらった。次に、近くのショッピングモールで胃薬を買い、下着以外のものを全部新調して、トイレで着替え、身につけていた服やカバンは、携帯とともにロッカーに入れた。GPS の心配がなくなったところで、ある場所によって帰宅すると、誠治と明里が飛んできた。靴を脱ぐ私に、矢継ぎ早に質問を浴びせる。桃子、お腹が痛くなったから、一足先に帰ったって店員さんに聞いたよ。大丈夫?まっすぐ家に帰らずに、なんでショッピングモールでフラフラしてるわけ?心配していたような素振りを見せる誠治に、憎まれ口を叩く明里。いつも通りの二人だ。春菜は、急に帰った理由を誠治たちにうまく伝えてくれたので安堵した。ショッピングモールに行ったとなぜわかるの?とはあえて聞かず、私は笑顔で謝った。薬が切れてたから買いに行ったのよ。でも、飲む前に吐いちゃって。持ち物全部ダメにしたから新調したの。動けるようになるまでベンチで休んでたから遅くなったのよ。あんたのために予約取ったのにさ、勘弁してよね。まあまあ、予約は取り直せばいいよ。来週末でいいかな。私は素早く頭を巡らせた。日曜なら依頼の件も間に合うはず。ええ、日曜なら大丈夫よ。OK、店長に連絡しとくよ。誠治の微笑みに私も笑顔で応じた。入浴の支度をしながらこれまでの出来事を振り返ってみる。思えば私は言いたいことをずっと飲み込んできた。あかりが使い込んだ誠治のカード払いの料金を去年立て替えたが、未だに1円も返ってこない。最新型のパソコンも財布を忘れた誠治の代わりに私がレジで支払った。誠治は毎日パソコンゲームをしているのに、私への返済が頭から抜け落ちているようだ。文句をぶつける機会はいくらでもあったのに、私は惚れた弱みで目をつぶってきたのだった。やがて訪れた日曜日、前回同様別邸に案内された私は、緊張した素振りを隠しながら食卓についておとなしく待っていた。しばらくして現れたのは、焼肉を持った店員ではなく、店長と柄の悪そうな男二人連れだった。あら、焼肉は?しらじらしく聞いてみせると、彼らはいやらしい笑みを広げた。残念だが、あんた食べられねえんだよ。どうだい?年の割には綺麗な方か?客をたくさん取れるといいがな。私の顎に手をかけようとした男の手を払い、笑顔で述べた。まあいいわ。どうせ支払いは私持ちでしょうから。
それよりも店長さん、誠治たちを呼んできてくれない？大事な話があるの。はあ？家で話せよ。あなたにも関係があるのよ。でもまずは、うちの夫ね。トートバッグから大きな封筒を出し、中身を食卓に広げると、店長の顔色が変わった。おい、奴らを呼んでこい。でも、早く。店長のただならぬ様子に慌てて本店へ走った男は、すぐに誠治と明里を連れて戻ってきた。明里は行儀悪く口をもぐもぐさせている。もう何よ、高級ハラミを味わってたのに台無しだわ。ごめんなさいね、早めに教えて差し上げた方が親切だと思って。話なら家に帰ってから。何気なく食卓に目をやった誠治が凍りついた。明里も父に倣ってテーブルの写真に視線を向け目を向いた。それあなたたちが不正利用したカードの明細よ。貯金も残り数百円だったわ。家族のお金は好き放題使っていいとでも思ってるの？おまけに借金まで。誠治、言いたいことは？ごめん。その、どうしても生活費が足りなくてさ。へえ、キャバクラにガールズバー、ホテルって生活に必要なの？知らなかったわ。更新所の調査結果が載った書類を指で指すと、誠治は返答に詰まった。どういうことよ、パパ。低い声を絞り出したのは、明里だ。バンッと、写真の上に拳を振り下ろし、怒りもあらわに誠治を睨みつける。ママと離婚した時、私に約束したよね。女遊びはやめるって。いや、ほら、桃子みたいにお金を持ってる女がいたら、店長に紹介しようと思ってさ。嘘！20歳前後のアイドル警備少女は完全にパパの趣味でしょ？私と同世代の女に夢中になるとか、マジで気持ち悪い。明里の言う通り、誠治が鼻の下を伸ばして腕を組む相手はどれも、親子くらい年の離れた美少女ばかり。私が明里への贈り物と思っていたブランドのバッグや服を身につけ、写真に収まっている。父への嫌悪感を剥き出しにする明里と、娘に叱られて、シュンとする誠治の対比がおかしくて、私は笑いそうになるのを必死でこらえた。おい、誠治、計画を中止するとか言うなよ。親子喧嘩に痺れを切らし、店長が声をかけた。借金の返済、ずっと待ってやってるんだからな。うるさいな、わかってるよ。そんなやりとりの最中に、部屋の扉が開き、焼肉セットを持った春菜が現れた。黒毛和牛 A ランクセットでございます。おい、呼びもしないのに勝手に来るな。私が呼んだの。ありがとう、春菜ちゃん。焼肉を盛り付けた大皿をテーブルに置くと、春菜は誠治と明里の前に進み出て笑顔を作った。誠治さん、お久しぶり。明里ちゃんは高2かしら。大きくなったわね。親しげに話しかけられ、キョトンとした誠治が春菜を凝視し、あっと声を上げた。吉本春菜。え？あ、本当だ。髪型変わってて気づかなかったわ。横で二つに束ねた髪を両手で持ち上げ、ショートヘアに見えるポーズを取る春菜に三人が青ざめる。お前、誠治の元カノ山田は偽名だったのか。店長もお元気そうで何よりです。春菜は三人をじろりと睨みつけた。あんたたち、まだ懲りずに犯罪行為を働いてるのね。何の話だよ。優しくて経済力のある桃子さんに借金を背負わせ、店長の息子が経営する風俗店で働かせるつもりだったんでしょ？7年前、私にしたのと同じ手口でね。春菜は憤怒の表情を浮かべ、誠治と店長を激しくなじった。必死で働いて借金を返し、訴えてやろうと思ったら、誠治も店長も行方をくらませた後だった。7年がかりで、やっと店長を見つけ、同じ店に潜り込んで、復讐の機会を狙ってたのよ。苦虫を噛みつぶしたような顔で、春菜の言葉に耳を傾けていた誠治が、突然、床にその場で正座した。春菜、桃子、本当にすまなかった。床に額をこすりつけ、声を張り上げる。春菜、あの頃の僕は平社員で、お金がなかったんだ。でも、明里にピアノやバレエを習わせたくて、
塾にも入れなければと焦ってた。君にお金の援助を断られ、カッとなってあんな真似をしてしまった。どうかしてたよ。哀れっぽい口調で訴えた聖司は、私にも悲しげな口ぶりで説明してみせた。桃子にも迷惑かけたね。春季のあかりと向き合ってくれる誠実さや気前の良さ、優秀な仕事ぶりをつい利用してしまった。君の優しさに甘えたんだ。うなだれる誠司を私は冷ややかに見下ろした。謝れば済むと思っているのだろうか。確かに男一人で娘を育てる大変さは想像もつかないけれど、とさっきからつまらなそうに茶髪をいじっていたあかりがうんざりした風に口を開いた。パパ、もうやめよ。正直に全部吐いちゃおうよ。ちょっと、あかりちゃん、パパの渾身の演技を邪魔しちゃダメだよ。あ、やべえ。あかりは店長の制止を無視してベラベラと喋り出した。今回はこの女からとことん金を絞り取ろうってことで結婚したけどさ、今までも私を出しにして交際相手にブランド物の服やバッグを買わせてたじゃん。破産寸前まで追い込んだらポイするか、春菜やこの人みたいに借金背負わせて風俗店に売ってたよね。最初からそのつもりで付き合ってたんだもん。罪悪感ゼロだよ。こら、何を言ってるんだ。あかりちゃん、どうしちゃったのかな。俺はともかくパパを困らせるなんて君らしくないよ。蒼白になる誠司と引きつった笑顔を浮かべる店長を、あかりはふんと鼻で笑った。だってパパ、私を裏切って浮気三昧だったでしょ。だから私もバラしてやるの。一つ聞きたいんだけど、こういう子が好みなら、なんで同い年の私にプロポーズしたの。ふと浮かんだ疑問を口にすると、誠司が立ち上がり、身振りを交えて言い訳した。若い女は金持ってないだろ。ああ、いや、違うんだ。これはただの遊び相手。浮気じゃない。私、警察に正直に話すわ。この10年、パパと店長の犯罪の片棒を担がされてましたってね。罪を償って、大学にも行きたいし。軽い調子で言ったあかりに、誠司の顔色が変わった。てめえ、父親を売るつもりか。さては、こいつらに丸め込まれたな。誠司がドスの効いた声を上げ、あかりにつかみかかろうとした瞬間、部屋のドアが荒々しく開いた。動くな、宮田誠司。暴行未遂の現行犯で逮捕する。あんたは店長だね。詐欺罪で通報があったから署に来てもらう。宮田あかりさんも署で話を聞かせてください。はーい。警察には私と春菜があらかじめ通報しておいた。中庭で待機してもらっていたのだ。俺は何もやってねえ。触るな、話せよ。鬼のような形相で暴れる誠司と広い背中を丸めた店長、平然とした様子の明かりはパトカーで連行されていった。別邸に残された春菜と私はやれやれと息をつき食卓に着いた。ああ、疲れた。ご協力ありがとうございました。7年越しの恨みがやっと晴らせます。深々と頭を下げる春菜に私も笑顔を向けた。こちらこそ春菜ちゃんのおかげで危ない目に遭わずに済んで助かったわ。さあ、A5 ランクの黒毛和牛食べましょう。店長はあんなのだけど、お肉は最高級です。私が保証します。私たちは食卓にセットされたコンロで肉を焼き口に運んだ。うーん、美味しい。口の中でとろけるわ。ほっぺたが落ちそうってこういう時に使うんですね。3人が警察で取り調べを受けている間、私と春菜は思う存分焼肉を味わったのだった。警察が誠司と店長を調べたところ、余罪が山ほど出てきたそうだ。若い頃から浪費癖のある誠司は友人の店長に借金までしてキャバクラなどに通い詰めた。そこで店長は誠司に貸した金の回収と息子の店の人手不足、売り上げまで上げる方法として計画を思いついた。誠司が交際相手を騙して借金を背負わせ、その女を息子の風俗店で働かせるという方法を繰り返してきたという。誠司と店長は5年の実刑判決、未成年のあかりは保護観察処分を受け誠司の実家に預けられた。夫が犯罪者になるのは困るので、私は誠司が刑務所に入る前に離婚届にサインをもらい、不正利用したカード代金や私の貯金は
全額弁償させる約束も取り付けた。5年後、出所した誠治は会社をクビになったので再就職先を探したものの、正社員としてはどこも雇ってくれず、どうにかつけたのはきつくて安月給の職場ばかりだった。自分の生活費はもちろん、私と店長への膨大な額の借金と春菜への慰謝料の支払いが毎月あるので、バイトを5つも掛け持ちし、休む暇もなく働いているそうだ。私とあかりと3人で住んでいたマンションは賃料が払えないので、ボロアパートに引っ越したという。あかりはもう父親には会いたくないと言っており、義両親からも縁を切られたので孤独な生活を送っているみたいだ。一方のあかりは携帯を義両親に取り上げられ、規則正しい生活を強いられているそうだ。家事の手伝いを強制され、夜更かしや夜遊び、おしゃれも禁止。地獄、いや牢獄みたいだわと友人に嘆いているとか。私は金遣いの荒い夫や嫌味ばかり吐く娘に悩まされることがなくなり、独身生活を満喫している。怪我の巧妙とも言えるのは、春菜という年下の友人ができた点だ。春菜は今までの実績が認められ、焼肉店の新店長に昇進した。彼女と年に数回会い、ご飯を食べたり旅行したりするのが世話しない日々の合間の楽しみだ。次に素敵な出会いがあった際は、相手の本性を慎重に見極めた上でお付き合いしようと考えている。なんてことを。南に土下座しろ。南が持ってきたケーキを箱ごと捨てた私を見た俊が、発狂したかのように悲鳴に近い声を上げた。旗から見れば確かに私がひどいことをしたように思われるかもしれない。だがこのケーキを持ってきた南の企みを想像すると致し方ない行動だろう。じゃあケーキ食べてよ。捨てるなと文句を言うぐらいなら、さぞ美味しいケーキが入っているのだろう。私は言いながら、ゴミ箱からケーキの箱を拾い上げ、中身を掴んで強引に俊の口に突っ込んだ。水落ちでも蹴られたかのような声を上げたと思った途端、俊は白目を向いて震え出した。ほら、やっぱりね。一体何を入れたのよ。私は怒りで震えながら、今にも泡を吹きそうな俊を睨みつけていた。私の名前は渡瀬あかり。35歳で看護師をしているのだが、現在妊娠10ヶ月で産休中だ。人材会社で働く夫の俊とは2年前に結婚し、結婚直後から子供を作ろうと頑張ってきたのだが、なかなか授からなかった。お金のかかる不妊治療に踏み切ろうかと思ったのだが、俊が反対したので断念し、ゆるく自前で妊活を進めていた。妊活中は夫婦ですれ違ったり、私の精神状態が不安定になったりと、かなりストレスが溜まった。看護師という忙しい仕事柄、思うようにいかない妊活に何度心が折れそうになったか知れない。でも今年に入り、ようやく子供を授かることができた。ここまで順調に育ってはいるが、私が昔から貧血気味なので、医者には注意が必要だと言われている。何はともあれ、ギリギリまで職場で働き、1ヶ月前に産休に入り、今は生まれてくる子供のためにベビー用品を買い揃えている最中だった。私は赤ちゃんが生まれてくるのを楽しみにして、あとは静かに時々運動をしながらその時を待つだけだと思っていた。それがまさかあんなことになるなんて。予兆は随分前から始まっていた。俊との結婚は実は一筋縄ではいかず、何度も本当にこの人と結婚してもいいかと考えたことがある。それは、俊が当時、中学2年生だった娘の南を連れていたからだ。俊との出会いは、マッチングアプリだった。マッチングアプリにもいろいろランクはあるのだが、当時私が使っていたのは、真剣度の高い、いわゆる、
婚活アプリとは違い、とりあえず恋愛目的で始められるアプリだった。マッチングアプリ初心者だった私は、いきなり婚活アプリを使うことに抵抗があったからだ。初めて登録したマッチングアプリで、何人かの男性とやり取りをしたり、会ったりして、一番自分にしっくりハマったのがシュンだった。シュンのプロフィールには、人材系会社勤務、サッカー、競馬が趣味、といった簡単なことしか書かれておらず、人柄に関しては全くわからない状態だった。だが、なんとなくいいねを押し、シュンも私にいいねを返してくれたことで、メッセージでのやり取りが始まり、気がつけば何度か食事を重ねるようになり、無事交際に至ったのだ。シュンは三つ年上だが、少年のような無邪気なところがあり、ギャップにキュンと来てしまったのだ。だから私は彼から結婚しよう、ただ伝えなきゃいけないことがあるんだと言われた時には驚いた。伝えなきゃいけないことって何？実は俺、バツイチで子供がいるんだ。え？あまりに衝撃的な発言に私は目を丸くした。今思えば結婚前に告白することではないだろうと呆れる。おそらく婚活アプリならばそういった事情は書いておかなければならないだろうが、私が使ったのはあくまで恋愛することを目的とした軽めのマッチングアプリだった。だから後出しじゃんけんをされたからといって文句を言える立場でもなかった。そっか。ちょっと考えるね。その場では答えが出ず、私はひとまず返事を保留にした。翌日以降、子供のことを深掘りすると、現在中学2年生で、名前は南ということが判明した。私は一度会わせてくれないとお願いしたのだが。絶賛反抗期で誰にも会いたくないって聞かないんだ。あ、でも根はいい子だから心配しないで。と軽くあしらわれるだけだった。確かに思春期なのは間違いないが、母親になるかもしれない人と会わなくても大丈夫なのだろうか。まあ、でもあと数年すれば成人だし、シュンもいい子だと言っているし、母親のことなどそれほど大きな問題とは考えない、さっぱりした子なのかもしれない、と思うことにした。この時の私は、シュンと結婚したいばっかりに、何とかして自己暗示をかけていたように思う。結局私が押し負ける形で結婚し、シュンの娘と初対面することになった。娘の南はショートカットで日に焼けた肌をした。いかにも女子中学生といったいでたちだった。ただ、真顔で私をじっと見つめていたので、緊張しているのかと思い、できるだけ柔らかい口調で話しかけた。あかりです。今日からあなたのお母さんになります。と言っても、最初は慣れないだろうし、ゆっくり関係を築いていきましょう。私なりに精一杯気を使って話したつもりだったのだが、南は途端にふっと鼻で笑い出した。私もっと若い人が来るのかと思った。お父さん若い女が好きだからさ。私のママだって18歳で私を産んだんでしょ？あかりさんってアラフォー？せせら笑うようにして、アラフォーなどと問いかけてくる南に、私は背筋が凍りついた。初対面で、しかもこれから母親になる人にかける言葉ではない。私は困った顔でシュンの方を見たが、シュンは苦笑いして。おい、誰が若い女好きだって？と、面白おかしく突っ込むだけだった。私のことは全然フォローしてくれず、私はこれからの結婚生活が、一気に不安になってしまった。そんな非常識な連れ子との生活は、予想以上にストレスフルなものだった。
あかりさんって何時まで仕事してるの？夜中に帰ってきて目覚めるんだけど。時間内に仕事終わらないのって仕事ができない人ってことでしょ？うわ、なんで二日連続魚料理？私魚嫌いなのに。一緒の洗濯機で私の服を洗濯しないでよ。汗臭いのが映るから。やることなすことにイチャモンをつけて鼻で笑うミナミに、私はイライラした。よくもまあ、これだけ文句が思いつくものだと呆れるほどだった。最初は子供のザレ言よと無視していたのだが、だんだんとエスカレートしていく悪口に、妊活で溜まっていたストレスも重なって体調を崩すようになった。もともと貧血気味だった体は余計に貧血を悪化させ、病院に運ばれたこともあった。だが、そんな私を見ても南は、ああ、ようやくあかりさんがいなくなってせいせいする。と、心ない言葉の刃を向けてくるだけだった。さらに立ちの悪いことに、これらの攻撃は春がいない場で行われた。春が見ているところでは、南は無口になり、ただの反抗期の娘を演じている。それに余計腹が立ったが、彼女が成人するまでの我慢だ、と自分に言い聞かせていた。南からの嫌がらせを受けながら妊活を始めて一年ちょっと。ようやく私は天使を身ごもった。だが、その頃から春の仕事が忙しくなったのか、春は毎晩遅く帰ってくるようになってしまった。ひどい時は朝まで帰らないこともある。浮気を疑わなかったこともないが、女の勘で春にはそういう女性はいないと思った。南からの嫌がらせは、もちろん私の妊娠によって終わるはずがなかった。というか、妊娠を機により一層エスカレートしていったと言っても過言ではない。私がつわりで寝込んでいると、早くご飯を作れ、作らないならパパと別れて、と文句を言い、いざご飯を作ると、味が薄い、と作ったご飯をゴミ箱に捨てられた。つわり中であまり味の濃いものが食べられない私は、薄味で料理をしていた。だが、そんな私の苦労も分かってもらえず、私は一人ため息をつくばかりだった。そうして南から嫌がらせを受けながら妊娠10ヶ月目に突入した。もういつ生まれてもおかしくない頃だ。赤ちゃんはなんとか無事に育っているものの、ここのところ私は貧血気味で、ちょっと台所に立つとぐわんと視界が揺れることが多くなった。先日の検診でも注意してくださいと言われたばかりだ。まあ、これぐらいの貧血なら大丈夫よね。軽くめまいがしても、じっとしていればすぐに治ることが多かったので、私は病院には行かなかった。そんな油断が災いを呼んだのか、ある日私はトイレから出ると、いつも以上にさーっと血の気が引いていくのが分かった。あれ、気づいた時には足元から崩れ落ち、意識を失っていた。意識を失う寸前にこちらを見て、にやりと口の端を持ち上げる南の姿が見えた。あ、私はどうなってしまうんだろうか。赤ちゃんは大丈夫だろうか。一瞬のうちに不安が胸の中を駆け巡り、私の意識はブラックアウトした。目が覚めると、ぼんやりとした視界の中に白い天井が目に映る。鼻孔をくすぐる消毒液のような慣れ親しんだ匂いに、自分が今病院にいるのだと分かった。あ、渡瀬さん、意識が戻ったんですね。ちょうど私の様子を見に来ていた看護師と目が合い、すぐに話しかけてくれた。はい、私はどうなって？貧血で倒れたんですよ。赤ちゃんは無事です。自宅だったから幸いでした。でも予断は許さない状況です。
生まれるまで入院ということになります。はあ。どうやら私は貧血で倒れ、緊急入院させられたようだった。おそらく南が救急車を呼んでくれたようだが、倒れる寸前に笑っていた姿が頭から離れなかった。でも、もう臨月なので、あの家に帰るよりは病院で入院していた方が安心だ。春は近頃また帰りが遅いことが多いので、家にいれば必然的に南と過ごす時間が長くなる。そうなれば出産までストレスを溜め続けていただろう。看護師がまた来ますねと言って出て行った後、私はふーっと息を吐いた。不安や安心がどちらも入り混じり、心がかなり疲れてしまっていた。とにかく今日は休もう。南のいない病室で、私は深い眠りについた。それから5日が経ち、入院生活にも慣れてきた。食事は貧血のことを考えて、栄養のたっぷり入ったものを出してくれたし、家事をしなくていいということは身体的にも楽だった。とはいえ、大きなお腹で夜は寝苦しいし、時々また貧血に襲われるので、看護師の言う通り油断はできなかった。昨日は珍しく友人から電話がかかってきたので出てみると、私を心配してくれていた。さらに世間話で盛り上がった後、あることを教えられて驚いた。友人はこれを伝えるために私に電話をしてきたらしい。まさかそんなことが。私はこれまでの生活を振り返り、友人の言葉を何度も頭の中で反芻する。電話を終えた後も心臓がうるさく音を立てていた。私は昨晩あまり寝つけなかった。そして今日、私が病室で本を読んでいると個室の扉が開いた。また看護師がやってきたのだと思ったが、顔を出したのはなんと南だった。あかりさん元気？わざとなのか、妙に明るい声を出して入ってきた南を見て、私はぎょっとした。まさか、お見舞い？南が病院にやってくるのは初めてだったし、春もまだ顔を見せてくれない。もちろん連絡はしていたが、忙しいのか、一向に返信が来なかった。私は普段と違う様子の南に困惑しながらも、ええ、とうなずいた。救急車を呼んでくれたんでしょ？ありがとう。普段はムカつくことを言われることが多いけれど、さすがに命を救ってくれたのだから、お礼を伝えなければならないと思い、私は南に頭を下げた。別に、私の目の前で倒れられて放置したら後味悪いじゃん。自分のために呼んだだけだって。ああ、でも、そのままにしててもよかったかな。だってあかりさんがいなくなっても誰も困らないし。せっかくお礼を伝えたのに、嫌味を返してくる南はいつも通り、いや、いつにも増して感じが悪い。まあでもこうして助かったんだし、これ持ってきたよ。はい、と渡されたのは小さめのケーキの箱だった。もしかしてくれるの？うん、お見舞いってやつ？南はまたあのニヤニヤとした嫌な笑みを浮かべていたので、私はじっとケーキ箱を見つめてしまう。どうしようかと迷っていると、再び個室の扉が開き、今度はなんと春が現れた。パパ遅い！あれあれ、ちょっとトイレ行ってて。ガシガシと頭をかきながら病室に入ってきた春は、私がケーキの箱を手にしているのを見たようだ。あなた、久しぶりね。ああ、ごめん。まだ繁忙期でさ。毎日仕事疲れんだよ。だから夜は上司と飲みに行くことが多くて。聞いてもいないのに言い訳がましいことを口にする春に、私は違和感を覚える。別にいいわよ。
仕事は仕方ないものね。そうそう、分かってくれたならいいんだ。それよりそのケーキ、みなみがあげたのか？そうだよ、さっき買ってきたんだ。みなみが得意げに胸を反らす。私はシュンとみなみが意味深に視線を合わせるのを見て、何か企んでいるのではないかと察知した。あかり、俺たちのことはいいから早く食べなよ。食べないと腐るぞ。シュンが私にケーキを食べるようせかすのを見て、私はケーキを箱ごとゴミ箱に捨てた。なんてことを！みなみに土下座しろ！みなみが持ってきたケーキを箱ごと捨てた私を見たシュンが、発狂したかのように悲鳴に近い声を上げた。旗から見れば、確かに私がひどいことをしたように思われるかもしれない。だが、このケーキを持ってきたみなみの企みを想像すると、致し方ない行動だろう。じゃあケーキ食べてよ！捨てるな、と文句を言うぐらいなら、さぞ美味しいケーキが入っているのだろう。私は言いながら、ゴミ箱からケーキの箱を拾い上げ、中身を掴んで強引にシュンの口に突っ込んだ。溝落ちでも蹴られたかのような声を上げたと思った途端、シュンは白目を向いて震え出した。ほら、やっぱりね。一体何を入れたのよ。私は怒りで震えながら、今にも泡を吹きそうなシュンを睨みつけていた。パパ！ちょっとあかりさん、なんてことするの！一部始終を見ていたみなみが、シュンの元に駆け寄って体を揺する。パパ、大丈夫？ああ、ただ、味がまずかっただけで。どうやらシュンは、あまりのまずさにそっとしてしまったようだ。何が入っているのか知らないが、もし自分が食べていたらこうなっていたのかと思うと、身震いした。よかった。あかりさんひどい！なんでパパに食べさせるの？ケーキを持ってきた張本人であるみなみが、わーわーとわめき出す。私は怒りと苛立ちで震えながら、みなみを睨みつけた。ひどい？ひどいのはこのケーキを持ってきたあなたでしょ？一体何を入れたの？それを。みなみが急に子供らしく、そっぽを向いて言葉に詰まったので、私はシュンに食べさせたケーキをみなみの鼻先に近づける。うっと、短いうめき声を上げて口元を押さえるみなみ。私も恐る恐るケーキの匂いを嗅いでみる。何よこれ。まず鼻をついたのはアルコールの匂いだ。とてもじゃないが、三秒はまともに嗅いでいられない。さらに匂ったのはコーヒーの香り。そしてケーキをじっと見ると、スポンジからはみ出す桃色の何かの実のようなものが見える。これって、もしかして生肉？想像もできないものが入っていて、私はみなみと同じように口を押さえた。アルコールにコーヒーに生肉。もしかしたらもっといろんなものが入っているかもしれない。こんなもの店で買ったとは思えない。みなみが自分で作ったのは明らかだった。全部、妊婦が食べたらダメなものばかりじゃない。アルコールもカフェインも生肉も、妊娠中は絶対に口にしないように心がけていたものだ。もし食べたら赤ちゃんに影響を及ぼしたり、中毒を起こしたりする危険がある。どうしてこんなものを。いや、みなみの目的ははっきりしている。そして、そんなみなみの企みを知って便乗してきたシュンの目的も、私は知っていた。あなたたち、わざと私の体に悪いものを食べさせて、私をどうにかしようとしていたわね。それは。確信をつく私の言葉に、みなみはわかりやすく言葉を詰まらせた。いくらこんな手の込んだ嫌がらせをしたって、まだ16歳の子供なのだ。
私が無事にケーキを食べる未来しか予想していなかったに違いない。私は今がチャンスだと思い、これまでの鬱憤を晴らすことにした。そもそも南はどうして私のことを追い出したいの？こんなとんでもないケーキを差し入れに持ってくるということは、南が私を渡瀬家から追い出したがっているのだと分かった。だってあかりさん、目障りなんだもん。私は別に新しいお母さんなんていらないし、どうせ私のこと嫌な奴だって思ってるんでしょ？南が子供らしい理由でそう叫ぶ。なるほど。確かに南にとっては、私など目障りな存在に違いない。突然やってきた新しいお母さんを、すぐには受け入れられないのは仕方ないだろう。だがそもそも、結婚前に会いたいと申し出ても、拒否してきたのは南の方だ。しかも、嫌がらせをしてきたのは南で、私は南に何もしていない。一方的に南から嫌がらせを受けてきた。そんな私の気持ちも考えず、ただ自分のわがままだけを押し付ける彼女には、しっかり言い聞かせなければならない。あのね、南。私がいつあなたのことを嫌な奴だって言った？もし勝手にそう思っているのなら、元はといえばあなたが私に嫌がらせしてきたことが原因なんじゃない？それを勝手にすり替えて自分が被害者だと言い張るのは無理があるわ。何よ、私の気持ちなんてわからないくせに。パパだってあんたのこと嫌いなんだから。南は反抗的に、今度は旬を盾にして言い返してきた。そんな旬はロシアンケーキを食べてぐったりとしている。私は旬にも言いたいことがあると体を旬の方に向けた。そういえばあなた、会社をクビになったそうね。なんでそれを。旬は私の言葉にビクッと肩を揺らす。クビというワードに南もえっと旬を見た。昨日私の友達から電話がかかってきて聞いたの。久しぶりに話したんだけど、旬と同じ会社にいるって知って驚いたわ。名前は佐藤さん。佐藤課長。旬は上事のようにそうつぶやく。ええ、その佐藤課長があなたが会社のお金を横領してクビになったと教えてくれたわ。最近帰りが遅いと思っていたけど、仕事じゃなかったのね。どうせ夜にギャンブルでもしてお金を稼ごうとしてたんでしょう。でも逆に負けが続いてお金もすっからかんになったんじゃないかしら。毎月ちゃんとお給料らしきものが振り込まれてたけど、あれは借金だったのね。それで私をどうにかして保険金でももらうつもりだったんじゃないの？そう。昨日電話で友人から聞いた話は、旬がクビになっていたという話だった。私は心底驚いたが、最近の旬の様子を見ていると、ありえない話ではないと悟った。私を追い出したいという南と利害が一致した旬は、南に毒ケーキを持っていくように持ちかけた。そんなところだろう。二人で私の元を訪れ、私がきちんとケーキを食べるところまで見届け、あとは保険金を手にしたら終わりだった。だが、そんな二人の計画は、こうしてあっさりと崩れ去ったのだ。お前、何を言って。焦点の合わない目でそうつぶやく旬を見て、私は図星だったのだと確信した。南も顔面から真っ青になっている。さて、とどめを刺そうじゃないの。残念だけど、もうあなたたちと家族でいるつもりはないわ。離婚してちょうだい。私を騙して散々嫌がらせをした慰謝料と、この子の養育費も請求させてもらうわ。拒否権はないと思いなさい。なんだよそれ、卑怯だぞ。そうよ、パパ仕事してないのにどうやって生活しろって言うのよ。私の提案に身の危険を感じたのか、二人が一斉に吠える。だが、私はそんな二人を制してこう言い放った。卑怯？誰が卑怯だって？
卑怯なのは私をここまで追い込んで亡き者にしようとしていたあなたたち二人でしょ。自分たちのせいなのよ。そんなこともわからない人たちと同じ屋根の下でこの子を育てたくありません。わかったらとっとと出て行け。烈火のごとく怒り狂う私の姿を見て、二人はようやくひーっと悲鳴を上げて出て行った。大きな声を出したせいか、私はお腹に鈍い痛みが生じたのを感じた。いた。慌ててナースコールを押し、看護師に陣痛が始まったことを告げる。今日はなんだか慌ただしい日だと思いつつ、出産に挑むのだった。一週間後、生まれたばかりの我が子と一緒に病院から退院した私は、早速離婚届を書いて、俊に渡した。終始うなだれたままの俊だったが、離婚届を見て、さらに顔を青くしていた。考え直してくれと言われたが、私はすべて無視し、実家へと帰っていった。それからの俊と南の様子は、お隣さんだった人に、たまたま会った時に聞いたものだ。弁護士を通じて慰謝料と養育費を請求された俊は、さらに借金をして一括でお金を振り込んでくれた。借金だらけで信用のない俊が銀行からお金を借りられるはずもなく、もちろん闇金から借金したのだと分かった。これから高い金利のつく借金返済に苦しめられることになるだろう。だが、私の命を狙ったのだから、それぐらいの罰は受けて当然だった。ミナミはどこの誰が噂したのか知らないが、母親に毒ケーキを食べさせようとしたことが学校で噂になっていたようだ。ケーキ騒動の際、かなり大きな声で騒いでいたから、あの時病院にいた誰かが聞いてばらまいたのかもしれない。学校では居場所がなくなり、引きこもりになってしまったようだ。だが、お金のない渡瀬家のことだから、アルバイトをしなければ食べていけなくなり、南は学校を辞め、アルバイトを始めたという。かわいそうな話だが、私が南からされたことを思えば、彼女にはこれからバイトで社会勉強をしてもらわなければならないだろうし、いい経験になるのでは、と思い直すことにした。一方私は実家で両親と仲良く子供を育てている。初めての育児でてんやわんやすることも多いが、どんなに疲れていても我が子の可愛さに毎日癒されている。もう少し育児が落ち着いたら仕事への復帰も考えているところだ。これからはこの子と両親と家族団らんな日々を送っていきたいと思っている。来月から彼と実家に引っ越すわ。電話越しに聞こえる私を馬鹿にした笑い声。それに私は深くため息をついた。新築を買った途端に引っ越してくるだなんて、どこまで見下してくるのだろう。これで私も家事をしなくて済むわ。そっちに行ったらたくさんカキ使ってあげる。そう言って電話を切るリナ。私は隣にいるサトシに視線を向けた。彼は怒りの表情を浮かべている。向こうがその気なら好きにさせたらいい。それもそうね。私たちはそこまで望むならと彼女の好きにさせてやることにした。そして引っ越し当日、私はサトシと久々のデートを楽しんでいた。ふと携帯を見るとリナから27件の鬼伝の記録が。あ、もうバレちゃったか。そう思い、にやりと笑うと、サトシも気づいてにっこりと笑った。するとタイミングよく電話が鳴り、私はその電話を取る。ちょっと、これはどういうことよ!その慌てた声に、私たちは声に出して笑った。私は木村七尾。49歳の兼業主婦だ。私には娘の美奈子がいる。美奈子が生まれてすぐ、当時の夫が浮気していたことが発覚して離婚。それからシングルマザーとして美奈子を一人で育てながら仕事に励んできた。
仕事、頑張ってるね。でも、あまり無理しないで。そんな私に、会社の同僚だったサトシが声をかけてきた。彼は私の仕事を手伝ってくれたり、コーヒーなどの差し入れをしてくれたり、いつだって私を気遣ってくれる彼。どうしてそんなに優しくしてくれるんですか？実はね、俺も君と同じなんだ。話を聞いてみると、彼もシングルファーザーで娘さんを育てているらしい。しかも、彼も奥さんに浮気されて、その元奥さんは娘さんを置いて出て行ったそうだ。それで、似たような環境にある私をいろいろと気にかけてくれた。彼も同じなんだと思っていると、私たちは一気に急接近する。木村里奈です。よろしくお願いします。美奈子です。美奈子ちゃん、かわいい。子供たちを合わせてみると、二人はすぐに仲良くなった。当時9歳だった里奈は、当時5歳だった美奈子を、かわいい、かわいいと言い、美奈子も里奈を慕うように。里奈ってば、早く妹と新しいお母さんと暮らしたいって言うんですよ。え？それって。はい。俺と結婚してくれませんか？そんな二人に背中を押されるように、私たちは再婚した。二人の娘はすぐに本当の姉妹のような関係になり、私たちは温かい家庭を築けている。そう、信じていたのだ。私たち家族は初めの頃、良好な関係だった。しかし、里奈が中学生になった頃からギクシャクしたものに。それまで優しかった里奈が自分勝手な生活を始めたのだ。勉強もせずに遊び回る毎日。中学生なのにもかかわらず、仕事帰りの私たちより遅く帰ってくることもあった。ちょっと里奈、今までどこに？うるさい、関係ないでしょ。何度聞いても、何度叱りつけても、それは変わらなかったし、行き先を頑なに言わなかった。しかも、美奈子のことを明らかにないがしろにし始める。あんたなんか、どうせ受験に失敗して落ちぶれた人生を歩むんだわ。あの人の娘なんだから。里奈、何を言っているんだ。それに加え、里奈は美奈子の持ち物を盗むようになってしまう。中には、美奈子が亡くなった私の母からもらった大事なペンダントも含まれており、私は里奈を叱りつけた。ちょっと借りただけだし、どうせ安物でしょ？里奈、あなたね、本当の母親じゃないくせに。その言葉に、私はズキリと胸が痛んだ。里奈、いい加減にしろ！そんな私の代わりに、サトシが里奈を叱ってくれる。それからも里奈は、美奈子に嫌がらせのようなものをしていたが、美奈子自身は全く気にした様子がなかった。私、やりたいことがあるの。だから今は勉強優先。お姉ちゃんのことに関してはそこまで気にならないし。美奈子は何やら夢を持ち始めたらしく、積極的に勉強し始めている。もともと物欲や執着がない子なので、里奈が私物を持って行っても平気らしい。さすがに、ペンダントの時は泣きそうな顔をしていたが、すぐに帰ってきたことで、里奈のことを許していた。とはいえ、いつ二人が衝突してもおかしくない。そんなギリギリの状況に、私とサトシは、どうしたものかと頭を抱えることに。どうして急に、いくら反抗期だからと言っても。私、あの子の気に触ることしちゃったのかしら。いや、七尾は悪くない。むしろ、七尾には感謝してるよ。俺の娘だからと気を使わず、美奈子ちゃんと同じように接してくれている。だから、気にしないでくれ。毎晩のように話し合っていたが、里奈の態度は変わらない。再婚するのが早かった、とは思いたくないのだ。なんとかならないかと考える私たち。そんな様子を、娘が見ているのには気づかなかった。それから月日は流れ、里奈が大学生、美奈子が高校生になった頃、相変わらず遊び回る里奈に対し、これも勉強の一環だとバイトと学業の両立をしている美奈子。そんな正反対の二人だが、私とサトシは姉妹分け隔てなく接していた。私は里奈のことを本当の娘として接していた。が、
リナの私に対する態度は冷たい。リナ、大学の方はどうなの？おばさんには関係ないでしょ？母親でもないのに気安く話しかけないで。そんなのどうでもいいからお金ちょうだい。一応リナは大学の近くで一人暮らしをさせている。しかししょっちゅう帰ってくるし、その度にお金をせびってくるのだ。最近では男を取っかえ引っかえしているという噂も聞く。何をしてるの？そんなある日、美奈子の怒鳴り声がした。めったに怒らない彼女の声に私は急いで駆けつける。どうしたの？そこには通帳を握りしめている美奈子と面倒くさそうな顔をしているリナがいた。お姉ちゃんが私の通帳を盗もうとしたのよ。何でもバイトから帰ってくるとなぜか美奈子の部屋におり、その手には鍵付きの机の引き出しに入っているはずの通帳を持っていたらしい。すぐに大声を出して通帳を奪い返したそうだ。その通帳には美奈子が将来のためにと貯金しているバイト代が入っている。そんなお金に手を出されそうになり、さすがに怒った美奈子が怒鳴ったことで発覚したのだ。リナ、自分が何をしたのか分かってるの？うるさいな、母親面しないでよ。一体何様のつもりだ？今まで聞いたことのない低い声。それに振り返ると憤怒の表情をしているサトシが。出て行け。お父さん。生活費と大学の学費は出す。だから二度と顔を出すな。サトシの言葉にリナは出ていく。そして彼女は大学を中退してそのまま姿を消した。そのことにサトシはしばらく落ち込んでしまう。言い過ぎてしまったかもしれない。ただでさえ七尾と美奈子ちゃんに迷惑をかけていて、その上お金を盗もうだなんてって思ったらカッとなってしまった。大丈夫よ。あの子は強いし、きっとどこでもたくましく生きている。私はそう信じるわ。そう言いながら私も心配はしていた。どうか無事に元気でいて。そんな風に祈るしかない私はサトシを慰めた。それから数年後、美奈子も自立し、私とサトシは二人での生活を楽しんでいた。なあ、七尾、あの話なんだけど。うん、いいと思うわよ。そんな頃、新築を購入する計画を立てていた。今まではサトシの実家で暮らしていたが、正直言うと不便だし、古い。美奈子たちが通っていた小学校には近かったが、駅までは遠いし、スーパーには車がないといけない。ということで、私たちは思い切って新築を買うことにしたのだ。そして、新築物件を見て回っていると。あれ？もしかして、あんた母親面のおばさん？は？って、まさかリナ？リナと遭遇した。髪は明るい茶髪にしており、化粧も派手。じゃらじゃらとアクセサリーをつけており、派手な印象を受ける。ただ着ている服装はセンスが良く彼女に似合っていた。その隣にはヘラヘラと笑う男の姿が。何？リナの知り合い？ほら話したでしょ、血のつながりもないくせに母親面してくる説教おばさんがいるって。ああ。リナの説明ににやりと笑う男に不快さしかなく、私は顔をしかめた。そんな私に気づいていないのか、二人はこちらをバカにしたような笑みを向けてくる。あ、彼ね、雄星っていうの。私の今彼。どうも。そう。つい、そっけなく返してしまう。それに、雄星とやらが小声で、ノリ悪、おばさんだから仕方ないか。とつぶやいたのが聞こえた。今、不動産から出てきたよね。そうね。元気そうでよかったわ。悪いけど急いでるの。そう告げ、私はリナたちから離れることを選んだ。じっとしたリナの視線を背中に受けながら。そんなことがあって数日後、私たちはついに新築を購入。新しい家は会社からも近く、スーパーも歩いて行ける距離。私たちは新しい家にワクワクしながら引っ越しの準備をしていた時、リナから連絡が。こっちだよ、久しぶり。聞いたわよ、新築を買ったんだってね。
おばさんが生意気だとは思うけどね。ペラペラと一方的に話してくるリナ。私はサトシの視線もあり、スピーカーにした。それから私は、リナの話を聞いていると、リナは笑い出し、驚きの言葉を口にする。来月から、彼と実家に引っ越すわ。電話越しに聞こえる、私を馬鹿にした笑い声。それに私は、深くため息をついた。新築を買った途端に引っ越してくるだなんて、どこまで見下してくるのだろう。これで私も家事をしなくて済むわ。そっちに行ったらたくさんこき使ってあげる。そう言って電話を切るリナ。私は隣にいるサトシに視線を向けた。彼は怒りの表情を浮かべている。向こうがその気なら好きにさせたらいい。それもそうね。私たちはそこまで望むならと彼女の好きにさせてやることにした。そして引っ越し当日、私はサトシと久々のデートを楽しんでいた。ふと携帯を見るとリナから27件の鬼電の記録が。ああ、もうバレちゃったか。そう思いにやりと笑うとサトシも気づいてにっこりと笑った。するとタイミングよく電話が鳴り、私はその電話を取る。ちょっと、これはどういうことよ。その慌てた声に私たちは声に出して笑った。笑ってんじゃないわよ。なんでここにマサキがいるのよ。だってマサキ君とミナコと同居するんだもの。は？リナが焦っている理由、それはミナコの婚約者でありリナの元彼だったマサキ君が新築の前で二人を待ち伏せしていたからだ。しかも、まさきくんは今彼である、雄星の兄でもある。はじめ、リナはまさきくんと交際していた。しかし、雄星がリナにちょっかいをかけたことで、あっさり乗り換え。その上、まさきくんに借金をしていたのに、それを踏み倒して逃げていたらしい。そこで、リナの身内を探し、美奈子と接触。お互いに、リナの被害を話し合っていたところ、急接近して婚約関係になったのだ。今回弟の味方をして責める俺を、心が狭いとか兄なんだから譲りなさいとかいう両親とも縁を切りたいので、美奈子さんの姓を名乗るつもりです。ということで、決別の意味を込めて婿養子に入ってくれる予定である。その挨拶に来た際に新築の話が出て、美奈子たちもお金を半分出すから同居させてほしいと言われ、私たちは承諾。お金に余裕ができたことで二世帯住宅を購入することができた。その直後、リナから電話が来たので美奈子たちにも報告。そして待ち構えていたというわけだ。もしもし、お母さん？その時リナの電話から美奈子の声がした。何でも雄星はまさきくんがすぐに捕まえたらしいが、リナは逃げて私に連絡していたところ美奈子に捕まったらしい。こっちは大丈夫だから、お父さんとのデート楽しんできてね。ええ、ありがとう。ちょっと、母親なら助けなさいよ。電話を切ろうとするとリナの怒鳴り声がした。それに私はため息をつく。母親面のおばさんじゃなくて本当のお母さんに助けてもらったら？え？そして今度こそ電話を切る。実はリナがあんな風になったのは彼女の母親が原因だった。リナの母親、サトシの元妻は中学生になったリナに接触。そこで嘘を吹き込まれたらしい。その内容は、私がサトシをそそのかして略奪した。美奈子は私とサトシが浮気してできた子だというものだ。サトシは離婚理由をリナはまだ子供だからという理由で話しておらず、本当の母親の言うことを信じてしまい、私たちを見下すように。たとえ本当の母親に騙されていたとしても、許せるかどうかは違うのよね。
ああ、それでいいんだ。ここで助けてもあの子のためにならない。さあ、せっかく美奈子ちゃんが楽しんでって言ってくれたんだ。そうね、もう少し楽しみましょう。ちなみに、私たちは旅行に来ている。私たちが再婚した時、会社が繁忙期なのと、まだ慣れていない子供を二人連れて旅行は難しいということで、新婚旅行に行っていない。それで美奈子から今回旅行をプレゼントされ、私たちは二人の時間を思いっきり楽しんでから新築に帰るという予定だった。私はリナのことを少し気にかけながらも旅行を楽しむことを優先することに。二人とも、お帰りなさい。お帰りなさい、お父さん、お母さん。二人ともただいま。留守を守ってくれてありがとうね。旅行から帰ってくると、美奈子と正樹くんに出迎えられた。そこに、リナと雄星の姿はない。あの二人はどうしたの？ああ、それぞれの場所に送ったよ。リナと雄星は、それぞれバラバラに住み込みの仕事先に送り込まれたらしい。リナの方は、美奈子の知り合いが経営する牧場に、雄星の方は、正樹くんの親戚の工場に。その親戚の方は、雄星 B 期の家庭をあまりよく思っていなかったらしく、今回、引き取ることも快諾してくれたそうだ。根性を叩き直してくれるって言ってくれました。とてもいい笑顔で言う正樹くん。それにつられて、こちらまで笑ってしまう。それで、リナの方はどうして牧場に？昔、作業着で汗だくで牛の相手なんて、絶対にしたくないって言ってたから、どんな素晴らしい仕事か体験させてあげようと思って。その牧場は、美奈子のバイト仲間のご実家らしい。昔、わざわざバイト先に来て、美奈子のことをからかった上に、バイト仲間にも絡んでいたので、そのお返しも込めて、牧場に放り込んだとのこと。バイト仲間のご実家さんも、リナが何をしてきたか知っているため、しっかりと見張りながら、こき使っているそうだ。元凶の方も、しっかりお仕置きしておきました。元凶の片割れである、正樹くんの実家は、会社を経営しており、それなりのお金持ちだった。しかし、今回のこと、正樹くんがいろんな企業やご近所など、あちこちに話したため、周りからの信頼を一気に落としたらしい。それで、経営不振に陥り、社長交代を余儀なくされる。追い詰められたご両親は、夜逃げしたそうだ。一方の、リナの母親の方は、資金源をなくしたことで、借金取りに追われ、行方不明に。結果、リナは完全に見捨てられたというわけである。私とサトシは、その話を、四人でお茶を飲みながら聞いた。ああ、そうだ。お土産を買ってきたの。会社には別に用意してあるから、こっちは、君たちで食べなさい。やった！ありがとうございます。お土産を出すと、途端に顔を輝かせて喜ぶ二人。そんな様子に似た者夫婦になりそうだと、サトシと顔を見合わせて笑った。会社の方はどうだ？うん、順調。お二人を受け入れる準備も万端です。実は、美奈子は大学卒業と同時に、正樹くんと共同経営者となって起業したのだ。起業することは、美奈子の昔からの目標で、そのためにお金も貯めていたのである。そして、正樹くんと交際し始めた際、同じような会社を作りたいと、正樹くんも思っていたので、二人で起業した。そして、私とサトシも引き抜かれて、来週からその会社で働く予定。今まで培ってきた経験を
存分に発揮するつもりだ。それからしばらくして、会社も落ち着いた頃、美奈子と正樹くんが結婚することになった。おめでとう、美奈子。美奈子、綺麗だぞ。二人とも、ありがとう。結婚式当日、招待されたほとんどは、二人の苦労を知っているのもあり、みんなが祝福している。その中には、あのバイト仲間と、そのご家族もいた。ん？なんか騒がしくないか？あら、ほんと、どうかしたのかしら。そんな祝福モードの中、入り口の方で騒ぎが起きていることに気づいた。それに、私はサトシと共に向かうと。二人を出しなさい！私に、あんなことをさせた報いを受けさせなきゃ気が済まないわ！リナがいた。どうやら、監視役の牧場主さんたちが、結婚式に出席したことで、監視が緩み、こっそり尾行して、この式場を突き止めたらしい。わめいていたリナが、私たちに気づくと、鬼の形相で近づいてくる。あの二人を出せ！あんたも、私の父親なんだから助けなさいよ！そういうリナを、サトシは冷たく見つめた。今まで見たことないその視線に、リナが一瞬黙る。確かに、お前は俺の娘だった。だった？今でも私は。だが、俺の愛するもう一人の娘と、妻にしたことを許すことはできない。それに、これだけは黙っていようと思っていたが、年々あいつに似ていくお前のことが、心の中でずっと嫌いだった。え？サトシの言葉に、リナが固まる。私は、ずっとサトシに、そのことで相談を受けていた。サトシは、リナの母親と別れる際、大いに揉めたそうだ。その上、心ない言葉をぶつけられたらしい。娘なのに、リナがあいつと被って、憎しみさえ出てきてしまうんだ。そう言って、サトシはずっと悩んでいた。だけど、自分は父親だからと、ずっと隠してきたのである。何度も、修正しようとはした。何度もお前のことを考えて、何度も、お前の未来のために、リナに接してきた。でも、お前は俺の言うことなんて聞かなかった。お前には、正直がっかりした。もう二度と、顔を見たくもないと思っている。リナは、絶句したようにサトシを見つめている。おそらく、心のどこかで、サトシだけには、見捨てられないと思っていたのだろう。それだけ、お姉ちゃんのしてきたことは、まずかったんだよ。そこに、美奈子たちがやってきた。リナは、二人の姿に、きっと睨みつけるが、美奈子たちは、全く気にしていない様子である。今まで、あなたにされたことは、大したことなかったし、気にしている時間が無駄だったから、無視したの。でも、正直うざかったし、バイト先にまで迷惑をかけたから、容赦しないって決めたの。それは俺も同じ。いくら両親に無理やり勧められた交際だったとはいえ、裏切られた時は悔しかった。まあ、そのおかげで美奈子に会えたから、それだけは感謝してる。な！二人の言葉に、リナは何か言おうとして、そのまま口を閉じる。平常時だったら、ここで文句でも言っていただろう。しかし、サトシに拒絶されたのが、よほどショックだったらしい。言葉が思い浮かばないのかもしれない。さあ、二人とも戻りましょう。
お二人にはぜひ参加してほしいですから。そしてリナの存在なんてなかったかのように私たちを笑顔で促し、先に会場へと戻っていく。私もサトシに促されて戻ろうとする前にリナへと振り返った。あなたのことは本当に娘として愛していたわ。でももう無理だわ。そう告げて私はサトシと共にその場を後にする。そしてリナは警備員によってつまみ出された。俺ひどいかな？そんなことないわ。親だって人間だもの。そうだな。そうよ。今は美奈子たちのことを祝福しましょう。私の言葉にサトシはうなずく。そして私たちは美奈子たちの結婚を祝福するため前を向いて歩き出した。それから私たちは二世帯住宅で美奈子たちと暮らしている。最近美奈子の妊娠が発覚した。今では家族みんなで美奈子のサポートをしている状態だ。女の子かな、男の子かな。サトシなんて生まれる前から孫フィーバーになっており、あれもこれもと買い込んで私たちに呆れられている。もし生まれたら嬉しすぎて倒れてしまうんじゃないだろうか。ああ、そういえば先日貸していた金が無事に返ってきました。まさきくんの話によると借金は無事完済したらしい。しかし二人とも他にも迷惑をかけていたことが発覚し、もうしばらくは働き詰めの日々だそうだ。特にリナの方は一度逃げ出したことでそんな気力も起こさせないほどヘトヘトになるまでこき使っているとのこと。もう二度と私たちの前にその顔を見せることもないだろう。ちなみに夜逃げした正樹くんの元両親は借金取りに確保され、リナの母親も結婚詐欺をして捕まったと聞いた。やっと一件落着ね。ああそうだな。私たちは面倒な人たちがいなくなり、私たちは心から笑った。あれから数年後、美奈子は元気な双子を出産した。もう二人ともおてんばで大変なのよ。あらあら、じゃあ今度二人が満足できるように遊園地にでも行きましょうか。きっと大喜びしますよ。サトシが双子の遊び相手をしている間に私たちは予定を決めた。二人とも相変わらず良好な関係で、干渉しすぎない適度な距離を保てていると思っている。はしゃぐのはいいけど無理して体壊さないでよ。大丈夫大丈夫。体壊したらお父さんはお留守番ね。それは勘弁してくれ。慌てて言うサトシに私たちは声を出して笑う。双子は毎日飛び回っており、振り回される日々だ。しかしこんな振り回され方なら全然構わないわ。彼女ももう少し周りの声に耳を傾けることができればここに混ざれたのかもしれない。七尾、これからもずっと俺と一緒にいてくれ。ええ、もちろん。これからも家族みんな仲良く生きていこう。もちろん家族だからと迷惑をかけず、きちんとお互いの話に耳を傾けてね。